皆さんこんにちは。こんにちは。本日は熊本シティアーティストウィークのファイナルとなります芸術祭にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。1月21日の土曜日から2週間にわたって開催してきました熊本シティアーティストウィーク、はい、この芸術祭がフィナーレということで、早いもんですね。オープニングイベントでは中田英寿さんをお迎えしてトークセッションをしまして、そのイベントで幕開けということで、はい、私も見させていただきました、すごいオーラでですね、はい、始まったんですけども、今回アーティストエリアと題しましてアーティストスポット熊本というサイトにですね登録いただいているアーティストの方々によるさまざまな文化芸術イベントを開催してまいりました。近藤さんももう2週間ご覧になってところどころですね、はい、いろいろな場所でね、私普段は東京なものですから熊本に来た時に見せていただいてるんですけれども、僕は無我川上さんの、絵を描かれる方ですね、はい、見てまいりました。坪井という場所です。そうですね、中央区の坪井、すごい素敵なギャラリーに飾ってあったんですよ、はい、このね、展示をする場所もアーティストスポットに登録してありますし、作品を作る方、演奏するアーティストの皆さんもアーティストスポットにアーティストとして登録されているという、はい、そんなアーティストスポット熊本に登録いただいている皆さんがですねたっぷり楽しめる2週間だったんですが、今日がその最終日、芸術祭でございます。本日ステージでは熊本で活動するアーティスト14組のパフォーマンスに加え、皆さんも入場されるときに、ね、少しご覧になったことでしょう、エントランスロビーでは7組のアーティストの展示も行っております。どうぞステージそしてエントランスどちらも合わせてお楽しみください。はい、お楽しみください。そして、申し遅れましたが、私本日の司会を務めさせていただきます熊本マイスアンバサダー、今もう熊本城ホールですね、アンバサダーをさせていただいています、近野拓郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして私、この熊本アーティストウィーク初日も MC を務めさせていただきました柏山結衣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いや本当に盛り上がりに盛り上がったこの2週間なんですけども、はい、なんかねとにかくいろんなアーティスト、音楽に限らずね、パフォーマンスもそうですし芸術作品もそうですし、それからねその人たちの人柄に接することができるというのがね非常にやっぱ僕でびっくりしました。こんなにたくさんいろんな方々がいらっしゃるんだなというね、なかなか普段お目にかかれないしお会いできない方ともお会いできるので、このスポットとアーティストを結びつけるという意味では非常に面白いと思って見させていただいてます。はい、これがこういう形でね皆さんにも触れていただく機会になればなということで私たち開催しているんですけども、はい、熊本市が政令指定都市に移行して10年、うん、そうなんです、ちょうど節目なんですよね、うん、私もっと前から政令指定都市だとばっかり思っていましたがありがとうございます、それはそれで嬉しいですが、節目にふさわしい2週間というふうになったと思いますが、今日は本当に先ほどから言ってますように最終日ということで、うん、はい、14組のアーティストの方々、今日ねいろいろなんか特別に組んでいただいた方もいらっしゃいますし、コラボしたりですね、いろんな方出会ったりしてる方々もいらっしゃるので、フィナーレこの今日の日を飾ってくれます。それからですね、はい、せっかく皆さん来ていただいてなんか参加していただきたいなと思いまして、ある企画をご用意いたしました。そうなんです、皆さんにも投票していただきたいということで、14組のパフォーマンスこれからご覧いただきますが、良かったと感じたアーティスト3組にリアルタイムで投票ができるようになっております。その中で最も票を集めた上位1組を本日の最後に MVP として発表いたします。はい、参加の方法をちょっと簡単にご説明しますが、皆さん正面ご覧ください。まあ大きな、ね、QR コードがございますけども、こちらをですね今のおかけになったお席からスマートフォンかざしていただきます。あ、近藤さんがしてくださってありがとうございます。写真を撮るカメラを、ね、起動していただきますと、この QR コードの方に画面をかざすとですね読み取ってくれるんですね。でそのサイトにアクセスしますと投票ページが簡単に出てきます。で今回の出演アーティストの名前がずらーっと書いておりますので、パフォーマンスをご覧になった後に気になったアーティスト3組ですね、チェックを入れていただければと思います。
また持ってるのがスマートフォンじゃないんですっていう方だったり、どうしてもうまくこの QR コードが読み込めないという方にはですね、アンケート用紙をお配りしているんですけども、この白い紙ですね、こちらの下半分が、QR コードもこちらにも載せておりますし、この紙で投票することもできるようになっております。でこの紙で投票する際はですね、上半分のアンケートも、事前にご記入いただければと思いますので、皆さん、参加できる方が楽しんでね、いただけるんじゃないかなと、はい、思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん、この最後までご覧いただいて、投票も参加して、本日 MVP は誰だったのかなというのまで見守っていただければいいかなと思います。はい、なんかコンテストみたいではないんですけれども、はい、皆さんのなんか気になった方たちがどんな方だったか。たちかなということで、このアンケートを用意してみました。ぜひご参加ください、はい、やっぱり皆さんもますます力がね入ってこられてるんじゃないかなと思いますが、さあそれでは始めてまいりましょう、今、セッティング中ですね、はい、なんかいきなりうっすらと大人数の方たちが、そうなんです、見えてトップバッターから、結構すごいです今回多分いろんな形でコラボされている方たちがね、なんで僕らこうやってこそこそ話してるんですよ、本当ですね、なんかちょっとやっぱ準備が始まると、やっぱ今度さんでご自分が準備をねされているという立場のこともおありでしょうから、はい、あると思うんですけども、いや、トップバッターにふさわしい方々だと思いますが、はい、さて、どんな、なんでこそこそなんでしょうか、はい、それでは早速始めていきましょう。お願いします。まず最初は後藤元子さん、 M.V.S さん、山上正宗さん、オレンジから岩尾和弘さんによりますゴスペルをお楽しみください、はい、後藤元子さんはクラシックからポップスに転向された後に渡米をされましてゴスペルを取得されました。ジャンルにこだわらずグローバルにシンガーとして熊本を拠点に全国で演奏されている方です。そんな後藤元子さんが率いります MVS クワイアから選抜したゴスペルグループ M.V.S が今日は一緒にご出演です。全国のゴスペルクワイアの中の演奏オーディションの中から2019年ファイナリスト1団体に選ばれました。いろいろなコンテストの上位にも入賞、県内県外などイベントやブライダルなどでも歌っていらっしゃいまして、なんと今年は6月にすでに単独ライブも決まっている方々です、はい、そんな皆さん、今回はピアニストにお迎えしたのが熊本で新進若手有望のピアノ王子山上正宗さん、バイオリニストをお迎えしたのはオレンジというグループから岩尾和弘さんです。最初から豪華なコラボ演奏スタイルでお届けしてまいります、はい、それでは皆さんどうぞゆっくりお聞きください。後藤元子さん M.V.S、 そして山上正宗さん、オレンジから岩尾和弘さんによりますコラボ演奏です。それではどうぞ。Amazing grace, how sweet the sound, just saved a wretch like me. I was lost, but now I found what's bright, but now I see. Victory, ikimasu. I have to victory every day.
cause and cause and she's the same. You can change the cause real. I got that the victory and you'll see it. I just rest God and show him my Savior's care. I know my blessing is on the way. I can't seal it now, but I stand by faith. I for many, many, many weeks made. Heard the prophet saying, but I do proclaim that Jesus is truth and life. Bring me, he will make it all. ありがとうございました。引き込まれました。今一度大きな拍手をお願いいたします。男元子さん、そして M.V.S 山上正宗さん、そしてバイオリニストはオレンジから岩尾和弘さんでした。では代表して後藤元子さん、ぜひこちらへ少しお話をしたいです。どうぞ拍手でお迎えください。実は昨年もアーティストスポット、名前が違う形 で、ね、開催したんですが、昨年も出ていただき、あ、そうです、昨年は一人で、そうですよね、ソロですね、シャンソンを歌っていただいて、いや違う、カンソーネ、あ、カンソーネ、ごめんなさい、大間違いしました。シャンソンとカンソーネ間違えています。でもやっぱ熱量がすごいですよ ね、今回はちょっとゴスペルで、今年ですね、あ、言っていいですか、はい、はいはい、どうぞ、
今年ですね、本格的なゴスペルのワークショップを熊本でやるんで、そのためにちょっとですね、皆さんにご紹介しようって、本当にゴスペルをですね、このゴスペルも、はい、ニューヨークとかで歌ってるゴスペルです。で、ヨーダ・アダムスっていう歌手の人の歌なんですけど、だから結構ですね、神様の歌だけど、こんなほら、今コロナ、でやっとこそ歌えるビクトリー勝利、はい、何でも神様はですね、私たちの味方について、何でも困難を乗り越えるってことです。そういう感じで歌ったんですけど、はい、大変なんですよね。ゴスペルは、はい、クワイアーのコーラスも必要なんですよ。で、一人一人のソロも必要なんだけど、だいたいゴスペルはクワイアーなんです。クワイアーってどういう意味ですか、日本語で言うと。聖歌隊ですね。で、コーラス、はい、コーラスなんですけど、はい、コーラスが一体化ならんとダメなんですね。どんなにね、上手いシンガーが寄り添っても、一つの方向か二つの方向、三つ方向見とったじゃ、成り立っていかんとですよ、だから結構ゴスペルは自分の心が分かります。で、迷える子羊が来て、なんか浄化していく。で、今回の、7月7日、8日、9日あるんですけど、はい、あそこの、九本寺のですね、はい、白川教会礼拝ホールでですね、はい、一番大きいホールなんですね、熊本で教会ホール、ね、そうです、そうです、はい、こちらです。皆さんにお渡ししたと思いますが、はいはい、ラニーラッカー氏をお呼びしまして、で、この方がものすごく、日本のゴスペルをここまで、全国に知れ渡ってで教えてくれた先生ですね。それとアメリカに行っても通用する先生ですので、ね、外人をよく呼んでたんですよね、10年ぐらい前は、あちらからですね、でもやっぱり言葉の壁っていうのがあるんですよね。やっぱ英語ですからね。そういや、通訳者とやっぱりちょっと違うところがあるから、このラニーさんは日本語ペラペラで、英語も、だから日本にもいらっしゃって、あちらともコンタクト取れて、一番ね、日本人に分かりやすいゴスペルって心の中まで入っていく人。だから全然楽譜読めんでも、はい、この3日間でもう3曲歌える。3曲も？そう。で、最後には涙が出てくる。自分の嫌なところデトックスが全部痩せはせんけど痩せはしません、はい、ただ自分のモヤモヤがなくなる、すっきりね、すっきりです。本当にいい、全然歌ったことない人でも大丈夫ですか？オッケーオッケーです。いいですか？いいです、いいです。ものすごく分かりやすいゴスペルを指導してらっしゃるんで、はい、もうぜひ呼びたいんで今回をちょっと催しました、はいはい、私がですね。子供さんとかでも、あ、OK です。あ、大丈夫だね、大丈夫、大丈夫だね。そうですよ。だから一回これをこのラニーさんを聞いて、またゴスペルはどんなのかなって思って歌えば私はいいと思います。いいですか？それと、すいません、もう一つあります、はい、お願いします。 M.V.S ですね、はい、今日歌ってらっしゃった、はい、で、私がちょっと指導して、えりすぐりの子を指導してるんですけど、この方たちが単独で初めて自分でチラシを作って、会計してホールも自分で考えてやってるんです。で、今回6月25日です、はいはい、私は MC として参加します。だと思いました。で、私はちょっと歌うかもっていうところがありますけど、もう裏方に回りますのでですね、そうなんですね、はいはい、結構この M.B.S は普通の方たち、一般のですね、はい、主婦、それと会社員、いろんな方が歌って頑張ってこれたんですね、若いって言うから。もう20歳ぐらいからおって、私と何十年、20何年お付き合いなんですよ。あ、長いですね。だから親より長いって言いましたんですね、嫁言っとるけん。そうですね。そうそうそう。で、子育ても方で参加して、はい、で、うちだったらママゴスペルもあるもんで、あ、別でまた別に木曜日にですね、第1、第3、はい、午前中の10時半から12時まで、男女三角センターでやっておりますので、ハーモニーです。もしもですね、はい、ゴスペルやりたいなママさんって思ったら来てください。まあまあ、値段は後で。後でいつですか？いや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 、なんか検索したら出てきますね。検索したら分かりますね、はい、ごと思ったこと検索したら出てきます、はい、それと、すいませんね、もう一つあります、はい、すいません、山上正宗くんね、あ、ピアノ弾いてた、はい、あの子はね、本当にピアノ王子で、本当にマー君って言うんですよ。めちゃくちゃうまい子で、よか男なんです。そして
そうなんですよ、ね、はい、本当に私顔で選んだんです初めはっきり言ったで、こんなにうまいとは思わなかったですよ、あの子はね本当ね顔もよか性格もよかしね本当真面目で、私の顔が、はい、あのね、Facebook の顔と実際違うんですよ、顔が。だから、今日、あの、昨日ね、あの、改めてびっくりさせたんですよね。あ、あの、本物の元子先生に会ってね。そうそうそう、ちょっと、ひたしたですよね。うん、そんなことないと思いますよ。いや、そういう本当にうまいんですので、皆さんもですね、うんうん、あの、マーク、どっかで見られたらですね、ぜひ、あ、3月5日にアートフェスティバルの、はいはい、あの、受賞者コンサートがあるんですよね。うん、そうですね。その時に惹かれるんで、なんか1500円でございますので、もしもね、県軍文化ホール行かれる方は1500円で、マー君で買いますって買ってください。はい。それではすみません。今度はバイオリン、バイオリン。そうですね。岩尾君ですね。はい、はい、あの方はずっと去年からですね、私の、はい、バイオリンをお願いしてるんです。ものすごくいいバイオリニストです。ああいう単語からシャンソンからゴスペルまで弾かれる素晴らしい人ですので、あのオレンジっていうところに所属してますので、そうですね、ぜひぜひ皆さんですね、あのオレンジのライブがありましたらよろしくお願いいたします。以上です。はい、はい、ありがとうございました。後藤元子さんでした。愛情あふれる言葉をたくさんいただきました。ありがとうございました。全員分紹介していただきます。エネルギッシュで、はい、あの少し落ち着きましょう。ちょっと圧倒されてしまいましたけど、ね、まあ、あのエネルギーがやっぱね、はい、ボイスに乗られるから本当にすごいなと、はい、情熱を本当に感じます、はい、さあ続いて、じゃあ、はい、違う雰囲気に次は行きたいと思います、はい、続いてはですね、船津真美子さん、北村明日香さんの登場です、はい、また雰囲気がねガラッと変わられますが、はい、船津真美子さんは5歳からドイツでバイオリンを始められまして、総合大学の音楽学部をご卒業、第4回熊本アートフェスティバル聴衆賞も受賞なさいました。国内外のオーケストラで演奏、現在は熊本を中心に演奏などを行っていらっしゃいます。そして北村明日香さんは東邦学園大学をご卒業後ドイツへ留学、ダルムシュタット音楽院を首席でご卒業、マーガレット王妃カップ、ね、すごいですよね、思わず拍手、本当にコンクールでね2011年ドイツになったんですが優勝してらっしゃいます、現在も幅広く演奏活動してらっしゃるんですが、実はですねお二人いろいろ共通点もあるんですが初共演ということなので、どんな時間になるのでしょうか。どうぞ皆さんゆっくりお楽しみください。それではどうぞ。
心現れる優雅な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました、ね、どうぞこちらにお進みください。船津真美子さん、そして北村明日香さんのお二人です、ね、お二人いろいろ、ね、共通点がありますが初めての共演ですというふうにご紹介しましたが、ちなみにどんな共通点が。そうですね、まずちょっと今弾いた演奏したプログラムなんですけども、はい、1曲目がドボルザークの4つのロマンティックの商品の中から 1,2 曲目と、あとポンセというメキシコの作曲家が、作曲しましたエストレリータ小さなお星様という曲でした、うん、私たち の, このロマンティックな気分を出せたらいいかなということで選びました。とてもとても素敵でした、はいはい、クラシックで商品って腰小さな品って書いて、はい、そうです。それは少し短めの作品のことを言うんですかね。そうです、別に売ってる商品じゃなくて、はい、そうなんです。じゃあちょっとこうショートバージョンみたいな感じで ね、はい、お届けいただいたと。共通点というのは、はい、まあ、お互いちょっとドイツにね、縁があるということなんですけども、ね、行ってたこう、はい、時期は多分それぞれ、ね、違うと思うんですが、ですね、はい、はい、お二人の共通点もありますけど、はい、3人の共通点も僕は発見してしまいましたけど、何ですか今野さん。3人ともウサギ年だそうで。あ、そう、2人ともウサギ年。珍しいですね。私もウサギ年なんですよ、はい、ウサギに囲まれてます近藤さんが。ウサギサンバに、サンバサンバサンバ、そうなんですね、はい、あ、じゃあしました。そういうなんか共通点がありつつ、はい、まあ、ドイツにも行った時期が、どのウサギかどうかはちょっと置いといてですね。はい、もうそれいろんなウサギがいますから ね、白かったり茶色だったり黒だったりですね。次の皆さん、また聞いてみたいという方いらっしゃると思うんですけど、もちろん、うん、少し後なんですけど、4月22日土曜日の15時からですね、熊本市本庄にあります、ドルチェというとても素敵な、はい、サロンがありまして、そちらで2人でリオのコンサートをします、よろしければお越しください。お待ちしてます。はい、 Facebook とか SNS も、はい、そうですね、お名前で検索すれば、はい、2人ともやっているので、はい、あ、じゃあ、活動の情報もそこで、はい、拝見できますね、はい、はい、ぜひ興味を持たれた方は、そうですね、お名前もパフレットにももちろん記載されておりますので、漢字もね、合わせて検索してお二人の今後にも注目していただきたいと思います。船津真美子さん、北村明日香さんのお二人でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。本当に心洗われましたね、癒しの時間でした。メインディッシュの後にサラダを食べたみたいな感じ、はい、美味しかったです、はい、さあ、じゃあ続いて、はい、行きましょう、続きましては堀内春奈さんによります歌謡ショーです、はい、熊本県は県軍のご出身、1997年の2月20日生まれ、堀内春奈さん2歳の頃におばあ様の影響で演歌を歌い始め、10歳からステージ活動をスタート、その後15歳で NHK のど自慢の熊本チャンピオンになり、憧れの NHK ホールで行われましたチャンピオン大会にも出場した経歴をお持ちです。現在は九州、関東を中心に8曲オリジナル曲を歌い、各地のイベントなどにご出演、またその他にもテレビ CM やナレーションなどでも精力的に活動中、幅広いんですね。日本の心を演じ歌う堀内春奈さんです。それではどうぞ。湿った道なら迷わずに、やればできるぞお前なら、強い者にもへつらずに、天に昇る天へ入魂なれ。
やめ男泣くとき腹で泣け弱い者には腕を貸し夢はどでかい山を見て走れ千民のもとらともなれこれが男のこれが男だ改めまして皆様こんにちは、私ですね堀内春奈と申しまして現在九州関東を中心にイベントやお祭りで演歌を歌わせていただいておりますピチピチの25歳ですどうぞよろしくお願いいたしますもうどのあたりがピチピチかはよく分かってないんですけれどもあのもうちょっとだけね若さをアピールしながら頑張っていけたらいいなというふうに思っているところでございます、先ほどもご紹介いただきましたが熊本市は東区県軍の生まれでございまして今日もねあの県軍の実家からやってきたんですけれども熊本城ホール初めましてでございますこんな素敵な場所でね歌わせていただけてすごく嬉しいなという気持ちでございます、私は2歳の頃からおばあちゃんの影響で演歌を歌っておりまして、ここまでね今25歳なので、22年間演歌大好き演歌一筋でやってきたわけでございますが、ずっとですね熊本の皆様に愛していただいて応援していただいてここまで来ることができましたこれからもどん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 熊本から飛び立てるように頑張っていきたいと思っております、続いての曲が、最後の曲にはなるんですけれどもぜひ最後までお楽しみいただければ今日ねすごいあのもう信じられないぐらいジャンルがバラバラじゃないですか、ね、だからね皆様も最後まですごく楽しめるイベントになっているんじゃないかなと思いますのでぜひ最後までねお楽しみいただけたらと思っておりますそれでは堀内春奈最後の曲、こちらもオリジナル曲でございますもう私ちっちゃい時から男演歌が大好きでですね力強い演歌が大好きなんですけれどもそんな力強さの中にお父さんの漁師という仕事を継ぎたい娘の気持ちを歌ったそんな一曲になっております堀内春奈最新作お聴きください玄海おなご節です
女の度胸を褒めるように囲めわんさと舞い踊るこの涙を飛ばしたら髪もキリリと網を巻く人体などはや何が空に散る縛れ鱗を楽しみにしております。ありがとうございました。すごいこのギャップがありますね。この歌ってる時とこうトークする時のこうなんかキュートさというか、はい、ありがとうございます。ご自分で25歳ってね、発表してくださいました、はい、ピチピチの、はい、ピチピチが大事ですね、もうお父さん的には旗から見てうまいなこと。おーやはりすごいですね。でもそのおばあちゃんの影響でですね、2歳からって言っても初め真似をしたんですか？もうレコードとか CD 生まれた時からずっとカセットテープを聴かせてもらっていて、カセットテープですね。そうです。そのメジャー、はい、でも2歳の時にあの東京のバスガールっていう歌だったんですけれども、はいはい、それを歌い始めたのがきっかけだったと聞きましたね、はい、よく この作りからあんなでかい声が出る、いや本当にあの近くで会えば会うほどねそんなこう大きい、ね、背が高いわけでもないんですけども、いやだからこそ余計このなんかこう、ね、あのインパクトがすごいと言いますか。みんなオリジナルなんですよね。はい、オリジナル曲を今日は、はい、2曲歌わせていただきました。九州もいろんなところでやられてる。そうですね、九州はもう全県行かせていただきましたね、いろんなステージで。はい、今はね、でも関東も、ね、進出して。そうですね、去年からまた活動範囲を広げようということで、うん、関東にも行かせていただくようになりましたね、はい、でもね、ぜひ熊本でも呼んでいただいて。そうですね、はい、うん、まいなんでね聞いていただきたいと思いますので、聞いていらっしゃいました、近藤さんも、はい、でも熊本からこう羽ばたいていきたいというふうに、ね、そうですね、もう地元大好きなのではい、もう本当に熊本が大好きで、なのでぜひね、また熊本の皆様に応援していただけるように頑張りたいなと思っております。はい、違うんです、はい、もう歌い8曲と言わずに20曲ぐらい作ってですね、フルコンサートをやるっていうね、はい、目指して頑張りたいですね、はい、はい、頑張っていただきたいと思います、ね、はい、ますます活躍も楽しみです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日も県軍から来たということでした熊本ね出身でいらっしゃいます、堀内春奈さんでした。今後も応援よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。すごいですね。うまいですか。いやいやいや、やってかなんか全然想像もつかないような、ね、方がああいう風にバーンと歌い出すとちょっとおーっと思っちゃいますね。すごい声でしたし、いや、 なんかやっぱり和服のイメージがあるので、私服で彼女に会うと一瞬、ね、はい、どっかで会ったけど誰だったかなってなるぐらい、でもギャップがあるのがまた素敵だなと。声量もねありましたし、ああいう風に歌ってみたいと思われた方もいらっしゃるんじゃないかと思います、ね、確かにそうです、はい、皆さんここも SNS などもね、堀内春奈さん Twitter とかやってらっしゃいますので、ぜひフォローして応援よろしくお願いいたします、はい、さて続いてはまたガラッと、さっきね堀内さんも言ってましたけど、いろんな方がいらっしゃる。本当にまさにこの落差すごいです。今からこちらに来るという落差がね、早速ご紹介いたします。東健太郎さんによるパフォーマンスです、はい、
い、奇跡のヒーリング楽器ハンドパンというものを披露してくださるんですが、いろいろ、ね、あって心身ともに究極の癒しの効果が得られるという楽器だそうなんです。スイスで誕生したものだそうなんですが、そんな東さんは DJ、 ファイヤーパフォーマー、大道芸人などなどさまざまなアーティストの活動を経て偶然出演していたイベントで今日ご披露いただくハンドパンに出会ったということで、それこそ奇跡だなと思うんですが、その美しい音色に感銘を受け2017年頃から本格的に演奏を始められました。現在は天草に拠点を移し、ご自身でもイベントを立ち上げたりと、その音楽活動は多岐にわたっていらっしゃいます。そんな中から今日はハンドパンを演奏いただきます。東健太郎さんです。それではどうぞ。ありがとうございます。今日ですね、ハンドパンっていうこの楽器を演奏しに来ました。この楽器電池とか全然使ってなくて、見た目はすごい UFO みたいな形してるんですけど、この見た目と全然違うすごい綺麗な音が出るので、よかったらね、今日初めてこの楽器見たっていう方はぜひハンドパンの音を楽しんでいってください。よろしくお願いします。
今みたいな感じですね。あのハンドパンってすごく、まあ、ヒーリングミュージックなんで、ちょっとさっきあの演歌ですごい盛り上がってた雰囲気だったんですけど、今回このステージはちょっとまたガラッと変わって、あのすごい癒しを皆さん体験していただきたいなと思います。あのもう踊りたかったらなんか踊ってもいいし、眠くなったら寝てもいいし、皆さんご自由に楽しんでください。よろしくお願いします。
宇宙にいるみたいでした、ね、すごい皆様に引き込まれて、今一度大きな拍手をお送りください。東健太郎さん、ハンドパン披露していただきまして、ありがとうございます。なかなかの楽器自体もお会いすることないですよね、楽器にお会いするって、ね、出会うことないと。多分皆さ ん、 なんかテレビで見たっていう人は多いんじゃないかなと思うんですよね、結構テレビなんかではよくやってたりするんですけど、なかなかですね、生の音っていうのはなかなか聞く機会がないかなと思います。スティールパンってあのドラム缶のあれをこう、はい、なんか 音階出せるようにして、あれはちっちゃなマレットでこう叩くんですけれども、これはそれをね、あのさらに進化させて、そうですね、ハンドパンって、ね、ハンドって指、うん、あの指手ですね、だから手でこう弾くような演奏をするからハンドパンっていう名前もついてますね。はあ、スイスで誕生したものということで。そうですね、ヨーロッパ発祥の楽器で、あのすごい皆さんなんかあの古いあの楽器だと思われると思うんですけど、結構あの2000年以降に初めて開発されて、ね、新しい、ね、まだ歴史がない楽器なんですね。誕生したばかりのじゃ、はい、で楽器なんですね。いや、なんかすごい、なんかいい周波数が出てそうでした。皆さんがね、こう気持ちいいなって感じ取ってくれれば、はい、もうあのまたね、音楽の楽しみ方っていろいろあってね、その癒しっていうのを求めている方にはね、すごくぴったりの音楽じゃないかなと。いや、もうよしても気持ちいいですからね、とにかく音的にね、はい、あの瞑想とかですね、いろいろこう最近はヨガとかいろいろこうね、相性良さそうですね、はい、そういうのにもすごく相性いいですね。え、サウナにもいいですか？サウナの中ではちょっと、あの熱くなりますね、やっぱり。熱くなっちゃうんでね、はい、サウナなもんでです。生演奏でいい。あの、じゃ出た外でね、外気浴中とかだったら、 ね、 あ、 ね、はい、ね、あの僕天草に住んでるんですけど、はい、あの普段はあの海のあの波の音と一緒にハンドパンを演奏して、あのそういうビーチとかね、あの、そういうところで演奏したりとか、なんか定期的に見に行けるとかあるんですか？本当にね、最近今年に入ってからなんですけど、あの僕の天草とこの熊本市の中間にウトマリーナっていうのがちょうどあるんですけど、はい、ありますね、そこにあのカフェがあるんですね。あります。最近、結構最近できた、あの去年ぐらいにできたところなんですけど、結構インスタとかでも、はい、話題の、うん、はい、カフェですけど、そちらの、ね、カフェの方で、あの自由にやらせていいよ、やっていいよっていただいて、あの土曜日とかによくそういうところで演奏したりとか。でもちょうど今からまたドライブにいい季節がね、ウトはやってきますんで、熊本市からね、もう 3、40分、そうな、ちょうどいいぐらいの時間なので行ける場所にもあります。そのままこう天草の方楽しんでもいいですしね。いいですね、そこでまた ね、 ね、ハンドパン東さんのメールに、やっぱり生で聞くのが一番いいので、ぜひ。あとはまあ僕、神出鬼没に、あのいろんなストリートに出没して、ストリートで演奏したりとかやってます、うんうん、じゃあまたどこかで出会える、どこかで出会えたら、あの僕チラシもね、あそこに置いておりますので、あの出入り口のところですね、ハンドパン東健太郎に興味がありましたら、あのよかったらチラシの方自由に持って行ってください、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。東健太郎さんでした。どうも。いや、なんか素敵でした。寝てる方がいらっしゃって大丈夫ですか？でも次また起きることになるからね、お子さんも思わずね、なんかね、声を出したくなるようなね、癒しだったね、ゆっくり見ていっていいからね、はい、さあ、まだまだ終わりませんよ。はい、さて続いてはですね、ゆうすけ、倉原、良平、橋本っていうお二人のパフォーマンスです。はい、良平、橋本、福井県出身、オーストラリア、ニューヨークでもダンスを磨いた方です。そしてゆうすけ、倉原、熊本県出身、国内外のアーティストと共演を重ねながら独自のグルーヴを紡ぎ出すベーシストです。アートや表現は特別なものではないと、ごく日常的に繰り返される時間の延長線上に存在するものだと語ってくださっています。そういったメッセージを込めて今日もご披露くださるそうです。それではどうぞ。
Thank you.
海の深いところでこう見させていただいたような感じの不思議な世界観でしたね。もうもはや人間じゃないみたいでしたね。動きも音色もちょっとね、異色な感じでした。すごいですねやっぱり ね、どうぞ拍手でお迎えください。すごい息が上がってるんですけど。あ、やっぱそうですよね。聞いちゃいます。踊り続けていらっしゃいましたもんね。いやもう自分の世界に入ってて何分とか分からなくて。あ、いやいや全然。今日やったのは、あの全く打ち合わせもなく、僕とゆうすけくん、はい、ベーシストの方の、こうパフォーマンス方法が、ジャムセッションショーケースって言って、普段こう音楽やってる人とか踊れる人がバーって集まって、はい、で楽しむっていうのはあるんですけど、それをこうお客さんに見てもらうっていう、なんですごく一か八か の、 あのパフォーマンスで、よかった成功して成功というか、なんか、いや素晴らしかったです、ね、思わず拍手ですよね、ね、す打ち合わせなしでやるっていうことね、細かいことは打ち合わせなしでしてないんですね。あれベース面白いですね。あのベースね、ありがとうございます。あれね、あのベース僕音楽好きなんであれですけど、ダン・エレクトロっていうなんかちょっと変わったギターなんですよ。そうですね、あんまり持ってる人いないんですけど。えそうなんです、珍しいじゃあこうタイプの個性強いことですよね。そうそうそう、それ使うっていうような、そういうキャラクターの、でもなんか不思議とダンスの雰囲気とかいろいろ合うことができるという、あれループさせてるんですよね。そうですね、後半のやつはリズムトラックは作ったやつを流して、その上にその場でベースで弾いた音をどんどん重ねていって、そういった演奏を今日はしました。でもそんなことやるとは分かってない。どういう音楽が好きかとか、それは分かるんですけど、どう弾いてくるかとか、なんで、もうリズムっていうよりこう空気感をずっと合わせてるみたいな。だからなんとなくこう私たちに伝わるこの振動といいますか、空気と音色のね、あったんでしょうね、ずっとね。五感全部でね、ベースを感じながら踊ってらっしゃるだろうし、逆にそれから返ってくるものを聞きながら、ベース、感じながらベースを弾くというね。普段もお二人でされることはあるんですか？僕がソロでいつも活動していて、で去年良平くんと出会ったんですよ。でアーティストスポットにも登録されてるスープってお店があるんですけど、はい、そこでセッションした時にいいねってなって、それが去年の夏ぐらい。それから何度かもうなんかタイミングがあったら一緒にやるっていう感じで、今は、どうすればちょうど、僕たちは、先月から、はい、第4月曜日に熊本市内のナバロっていうライブハウスで、はい、夜なんていうかいろんなアーティストを招いて、その場で8時から夜の10時までの2時間で、はい、みんなで即興やって何が出来上がるかみたいなものを
やるっていうのイベントをやってて、そこのレギュラーで僕ら出てるので、そうなんですね、はい、イベントってことは今日ご来場の皆さんが行っても大丈夫、もちろんです、詳しくは僕たちも SNS をやってるんで、はい、インスタグラムだったりそういったものをチェックしていただけると日程と詳しいところは分かるかと思います。名前で検索すれば大丈夫です。そうですね、はい、ゆうすけ倉原と良平、はい、ぜひ興味を持った方は、あと今日はなんかチラシのところに出入り口の、はい、ちょっとしたカードみたいなの持ってきてるんで、ぜひぜひそういうのも持って帰っていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました、ね、またこの空気を体感しに2人に会いに行っていただきたいと思います。この時間ゆうすけ倉原そして良平橋本のお二人でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。唯一無二な存在なのかな、そうですね、はい、不思議な世界でしたけれども、はい、今不思議と言っちゃいましたが、言っちゃいました今野さん、言っちゃいましたが、はい、続いては言葉続きで、続いては不思議少年という方たちの登場です。はい、2009年に結成しました不思議少年、創作のテーマは笑いと切なさと再発見、見る人の心に潜り込みどこか懐かしくて愛しい景色を呼び起こす劇王天下統一大会2015という大会があったんですが、こちらで全国優勝、うん、さらに若手演出家コンクール2014年で優秀賞、さらには観客賞も受賞なさいました。分かりやすさと演劇の楽しさを存分に持つ作品によって圧倒的な支持を集めている皆さんです。いろんなジャンルがありますが、続いてはお芝居、そうですご覧いただきましょう、はい、不思議少年です、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。不思議少年です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。不思議少年は熊本を拠点に活動している劇団です。現在5名で活動しています。代表で作家の大迫輝弘と俳優の森岡光です。はい、磯田渉です。青江梨沙です、はい、そしてスタッフの白竹司です。はい、ありがとう、マイクスタンドありがとう、はい、不思議少年は2010年に結成いたしました。現在までに14回の本公演と多数のイベントに参加、2015年には短編演劇の全国大会劇王にて優勝しました。日本一です。ありがとうございます。はい、それをきっかけに活動の幅を広げて熊本生まれの作品を全国へと届けています。今日はそのうちの一つの作品をご紹介します。ここからすぐ近くに早川倉庫という場所があるんですけど、その場所の実際の歴史を描いたお芝居です。冒頭5分間だけですが、どうぞお楽しみください。はい、日直起立、気をつけ、礼、おはようございます。はい、おはようございます。着席、うん、元気な挨拶どうもありがとう。それでは始めましょうか。岡崎先生、何ですか。森岡さんがなんか言いたいことあるらしいです。何ですか森岡さん。先生、教科書忘れました。大丈夫です、今日は使いません。セーフ。その代わり頭と体を思いっきり使いますよ。いいですか。はい、はい、それでは授業を始めます。今は昔のこと、この国に小さな火が上がりました。その火はだんだんと大きくなり、何もかもを飲み込んでいきます。家、町、山、みんなが大切にしていたお城まで。しかし、まっさらになった土の上に人は生きていました。瓦礫を運んで組み立てて、この国を再び作ろうと必死に働いていました。なあ、酒飲みちゃう。もう飲まんとやっとられ俺んこしもいとうていとうて。ああ、俺もばい。毎日毎日キッチウッチウッチキッチウッチウッチウッチキッチウッチキッチウッチキッチウッチなあ、マウゴツタマガッパイ。思い出すの。お、なんで。こげん日にクラン先チーとかっぱろうて、いっぱい。おお、やったやった、こうグエーチのグエーチ満月を魚にな。じゃあ白米
なあ、東四郎さん。うん。あたんとこん酒蔵、あれ、立て直さんね。やばい。なんでな。また燃やされたら。たまらん。大丈夫て。もうあん火は消えた。今は新しか国ば作っときたい。待って。エロすんまへん。エロすんまへん。もう何ね。わい、明石から来たんやけどな。どっかにこう、かっこええ西洋建築。あらへんでっしゃろか。西洋建築。そう、場所ってなんすと。わい、建築の勉強しとんね。そんでな、指折りの大工になりたいね。ちょうどよか。東四郎さん、こういう人に酒蔵作るの手伝ってもらおうばい。尊敬に言われても、こういう人も困っただよ。ええんか。何事も修行や。おお、俺もできる限りの協力はする。あ、うまか酒をもういっぺん飲もうや。こんてでよ。わかった。おお、こりゃ、お仕事なっばい。よろしゅう、頼んま。おお、よろしゅう。こうして、その大仕事は始まりました。交渉、大神善吉。交渉、木本理恵門。世主、岡崎藤四郎。我ら、三人の手によって。本宅は、住居であり、お酒を売るお店、そして、お米を精米し、蒸すための場所でありました。井戸は二つ、その翌には米を蒸す釜、上は吹き抜けで煙突があり、蒸気を逃がす構造に。お酒を作りやすくするため、柱の数はできるだけ少なくしました。俺の腕の見せ所たい。さらに、麹や酒房を作る仕込み蔵、作ったお酒の保管をする貯蔵庫も完備。家屋新築入費掲載表によれば、人件費材料費は合計4384円26銭1厘、現在の価値に換算すると7453万2437円。その建物は1877年に完成しました。明治10年のことでございます。藤四郎さん、善吉ちゃん、乾杯。報わる、本に報わる。じゃって夢んご。あ、ドラ、手伝ってくれたみんなに振る舞おうかね。お、賛成。あぶー。おあよちよち、あよちよち。鬼の藤四郎がすっか親バカたい。うったかと。信君も生まれち、岡崎家は安泰たい。あんがとな。あ？古元時代だけん。古元時代だけん。みんな夢ば見たいち思うとだい。おう。さっきん一杯は、俺に確かに夢ば見させててくれた。そんことが、もう、だけん。コンスだけバンバン作って、バンバン売ろうばい。そして、ふわーっちした夢ばばらまこばい。賛成。だけん。あんがとう。なんねえ。あん時背中ば押してくれて。やせやせ。の、こらいかん。な、こん酒、塩味の酸っぱい。バカンコーツ。はい、リフォームという作品の冒頭5分でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、しっかり見ていただきました。しっかり見ています。ありがとうございます。よろず町に早川倉庫という場所があります。まあ、現在イベントスペースとしても使われているんですけれども、もともと酒蔵として生まれました。その2階で開かれた商業を教えるための塾、祖神銀社は現在の熊本商業高等学校の前身と言われております。建築当時の材料がそのまま残されている早川倉庫には、西南戦争で焼け落ちた熊本城の木材の一部がそのまま使われている可能性が極めて高いそうなんです。このように身の回りにある歴史や文化の魅力をお伝えするようなお芝居も作っています。熊本城の魅力を5分でお伝えする漫才や、お酒の神様と言われて愛された野城欽一さんの物語など、子供から大人まで演劇を身近に楽しんでもらえるよう、芸術鑑賞教室や演劇ワークショップなども積極的に行っております。はい、このような活動で熊本の文化を盛り上げたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、不思議少年でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
すごく夢があるメンバーがね、本当に集まってるなということで、改めて不思議少年でした。今一度大きな拍手をありがとうございました。いや、私もあの、はい、僭越ながら熊本の劇団に、ね、所属させていただいてまして、もう 4,5 年経つんですけど、あの当時もうお会いしてまして、実はそうですね、で、はい、あの彼ら大学生だったんですよね。大学生でしたね、その時ね、はい、でね、もう本当もちろんもう今以上にフレッシュさがありまして、でも大学の演劇をやめたらやっぱりなかなかみんなね、お仕事やったり、うんうんうん、やりたいけどできなかったりするんですけど、そうですね、はい、不思議少年は変わらず続けております。続けております。すごいことだなと思って。ありがとうございます。もうちょっとええ、ちょっとね、早川倉庫を調べてたんですよ。あ、やっぱりですね、はい、いやもうすごい、あの袖で早川倉庫かっておっしゃって、はい、感激されてました。そしたら僕行ったことありました、早川倉庫。本当ですか、はい、ライブか何かで。いや、あのね、中を見せていただいて、あそこの持ち主の方がなんかすぐギターで歌を歌ってるくらい。そうです、そうです。あ、そうです、早川さんがですね、はい、そうなんです、それ今ね、僕あの確認しに行ってたら始まってしまいました。いや、とんでもないです。いや、もう近藤さんが相当うーんってうなずきながらご覧になってたんで、ね、いや、すごく印象深いところだったん で、それをああいうふうに紹介してくださるのは本当に嬉しいですよね、はい、応援をきっかけに作品を作らせていただきました、ね、熊本人としても知ってそうで知らないことなんですよ、うん、こういうのってですね、今の話知ってましたっていう方いらっしゃいます？ほら、ご覧なさい、一人もいない。初めて知りましたという方、不思議少年に感謝です。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。でも近藤さん、こういう地元 の、 そのまあ歴史みたいなものをお芝居で表現して伝えるっていうのはどう感じられますか？すごいです。だってここ何にもセットなしですよ、うん、そうですね、あの本当に何 も、 なかった、何もないところにいきなりその空間を作ってしまうじゃないですか、うん、話術とか感覚とかいろんなものがこう複合的になって、しかも体の動きとか表情とか全部で、初めね、一瞬こう何が始まるんだろうなと思ってこう見てると、スーッと引き込まれていくと、もうなんか背景が見えたりね、そういう世界ですよね。ありがとうございます。作家でもあられるんですよね、いろいろ。はい、作家です。そうですよね、全部書かれてる。素晴らしいですね。でも自分でもね、演じることもできて、はい、ね、皆さん結構多彩なメンバーがね、不思議少年、はい、揃ってらっしゃると思うんですが、もうすでにいろんな、ね、素晴らしい賞を受賞したりっていう経歴をお持ちなんですが、はい、不思議少年、今後はどのように進んでいきますか？はいはい、今年もアグレッシブにいろいろ活動していきたいと思っています。あの劇団でツイッターとかですね、ウェブサイトとかもありますので、おそらく不思議少年熊本と入れたらいろいろヒットすると思うので、ぜひチェックしていただければ嬉しいなと思っております。はい、なんかね、日々ずっといろんなとこ回った、いろんなとこで稽古しながら演じたりとか、ずっと本当にコツコツコツとやられてると昨日お話聞いてびっくりしたんですけど、ぜひ応援してあげてください。ありがとうございます。今後も、ね、ぜひまた不思議少年、あの続きが気になる方はぜひあの次の本番でご覧いただきたいと思います。はい、この時間不思議少年でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。びっくりしました。早川倉庫を、ね、確認しに行ったんですけど、思わずですね、画面を見たらもうね、すみません、先に、はい、あの走ってきちゃいまして。いや、でも本当あの大学生の頃からですね、知ってるんですけど、うん、やっぱ別格な、はい、方々でしたね。感性がね、はい、いや、もうぜひ皆さんお話の続き、また講演されると思いますので見に行ってくださいね。はい、さて続いてはまた全然違うタイプだったこと、多分これも皆さん初めてほとんど見られる方が多いんじゃないかと思いますが、続いてはフリースタイルドラマーコウさんによるドラムスティックパフォーマンスです。現在なんと SNS の総フォロワー数が30万人ということで、すごいですよ、なかなかのもう本当有名インフルエンサー以上もいらっしゃいますが、コウさん、ドラムスティックを回して投げて飛ばして弾いてうねって舞うっていう、もうちょっと今の時点でね理解に結構苦しむんですが、高次元のルーディメンツにそれらをその織り交ぜて、見る視覚のみならず聴覚ともに魅了するドラム演奏の新たな形、フリースタイルドラムと名付け活動していらっしゃいます。皆さん一瞬たりともお見逃しないようにお願いします。それではフリースタイルドラマーこうです。
皆さんこんにちは、はじめましての方もいらっしゃるかと思うんですが、熊本で活動しておりますフリースタイルドラマコウと申します。よろしくお願いします。普段SNS とか、YouTube とか動画サイトとかでの、動画投稿っていうのが主な活動でやっておりまして、あんまり人前でこうやってライブっていう形でパフォーマンスすることがないんですね。なのですごい緊張してるんですけど、今日はね頑張って、皆さんにパフォーマンスを、披露したいと思うので、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。フリースタイルドラムっていうのが、ご覧いただいて分かったと思うんですけど、こういう感じでスティックを回したりとか投げたりとかしながら、いろんな、音楽に合わせたりでパフォーマンスしていくっていうスタイルで、僕が自分で名付けた、そういう独自のジャンルなんですけれども、最初にお見せしたのが、曲が何もないもうこの太鼓だけのパフォーマンスと、その後に、以前動画でも出したんですけど、カウボーイビバップというアニメの、テーマソングのタンクという曲を、演奏させていただきました。冒頭のソロはですね、100% アドリブで、パフォーマンスしまして、さっき の耳にこうやって乗せるやつとかも全部アドリブでやってました。めちゃめちゃ緊張しました。で、次お見せするパフォーマンスが、今日は最後になるんですけれども、このアート熊本シティアーティストウィーク芸術祭のために新しい曲を一つ作ってきました。最後にね、皆さんで盛り上がってパーッと終わりたいと思うので、手拍子とかなんかすごい技が出たら拍手していただいたりとかで、盛り上げていただけると嬉しいです。それでは、ワニマの共に。
今一度大きな拍手をお願いいたします。コウさんこちらへどうぞ。どうぞ。気づいたら、気づいてます？自分の子笑顔になってましたよねっていう方拍手で教えてください。ちょっと待ってください。ちょっとびっくりしたじゃないですね。もうフリースタイルじゃなくて超フリースタイルですねこれ。息そうですよね。ちょっと喋ります。お願いします。今野さんこれは打楽器をやってるんですけど、ね、そうですね、実はね彼のコウさんのドラマを見てるとね練習しなきゃって思っちゃうんですね。あれ全部基本的にはあのリハーサル練習、一人練習の、僕ら、はい、みんなでこう、楽器をやるんで、練習のパターンを組み合わせるみたいなもんですよね。そうですね。ああ、急に落ち着きましたね。早かったです。素晴らしいですね。さすが若いので、はい、あの向こうの鼓笛隊ですよね、いわゆるあのですよね、はい、マーチングとかドラムコーとか、そうですよね、そういうジャンルの中のドラムが元になってて、で、まあ、近年そのアメリカ人を中心に、はい、そのマーチングのドラムの技術を、まあいろんなこう音楽に合わせてパフォーマンスとして、はい、まあ、SNS とかに動画が上がってっていうのが、まあ、近年見られて、そうですね、それに影響を受けてこういうのをやり始めたっていう感じで。でも自分で今演奏されたのは全部自分でアレンジして、叩き方全部アレンジして、アレンジはもう全部自分で。そうですよね。考えて、はい、それを作曲というのかどうかよくわからないですけどね。僕も、まあ、一応作曲になるんですよね。あの作詞じゃないことは確かだと思うんですけどね。ダンスに近いところがあってこう振り付けを考えるみたいな。そうですね。確かそうです。動き回ってだから息も上がられましたしね。そうですね。え、元々そのダンスしたりされて、いや1ミリもやったことない。それもだけです本当に。でこ今のスタイルに、はい、こんなものまで持って、いやこれ太いです。これあの長いとちょっとあれですけど、あの和太鼓のバチですよね。ここで切ったらね。そうですね。これぐらい太い。私、まあ、そう和太鼓部だったんで、大太鼓のバチはこういったやっぱ、ね、はい、これぐらいですよね。でもスティックは初めて見ました。あの一応ジョーク商品として売ってあって、本当はドラム用じゃないんですけど、あ、それを使うっていう。使いこなせる方が近藤さんやっぱなかなかいらっしゃらないですよね。ずっと普通に使ってた速い叩き方をしてたスティックですらですね、僕らから感じするととんでもないパワフルな外人がのドラマーが、外国人のドラマーが使っているスティックの太さよりさらに太いぐらいを使ってますよね。そうですね。なんか抵抗はなかったんですか最初に。 それだけのバチ、まあ、バチも違うし、ね、やり方も違うっていうの。最初はやっぱびっくりしましたね。普通の最初はあの吹奏楽で太鼓をやってて、その時は普通のバチだったんで、そこからあれに入った時にバチでかいなってなって、それに慣れるまでやっぱ 1,2 年ぐらいはかかりましたね。へー、ね、あ、どうですか。もうついてます。ついてます。ついてるそうです。これどこで見れるんですか、また見たいと思ったら。今後また見たい時は、ライブがですね直近またないので、はい、まあ、あの SNS とか、まあ、Twitter、YouTube、はい、Instagram、TikTok などさまざまやっておりますので、フリースタイルドラマーコーでググっていただくと出てくるかと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと楽しみに見に行ってください、ね、ありがとうございました。フリースタイルドラマーコーさんでした。ありがとうございました。もうあの雑技団の息でした。いやっていうか僕は本当に練習しろって言われてるみたいで、ちょっと息苦しくなっちゃうような感じですか。いやいや、上手すぎるんです。あ、やっぱそうなんですね。同じね、あの演奏の中からしたらですね。いやでもそれだけ熊本の方ですからね。すごいですね。いらっしゃるんですよ皆さん。まだまだ新発見がありそうですよ、はい、この後も。さて、次は前半の最後になりますね、次もまた今日は初めてですね、こういうこと、ね、そうです。はい、サンバダンサーマサシとゴーフィーニャスによりますサンバダンス、楽しんでいただきたいと思います。プロダンサーでありアーティストでもいらっしゃるサンバダンサーマサシ、そして熊本生まれのサンバエンターテインメントグループゴーフィーニャスのパフォーマンスです。ポルトガル語でイルカを意味するゴーフィーニャス、天草のイルカのように明るく陽気に盛り上げてくださるそうです。今日は熊本のために人肌脱ぎますとおっしゃっていました。それではどうぞお楽しみください。Patilha girou, girou e mandou avisar que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar. Que hoje tem festa na rua, tem clarão da lua pra quem chegar.
Boa noite, moço. Laroye! É isso, que beleza! はい、少々ね、あちこちちらほらと、予想外のことが起こってますけども、それはそれ、ね、皆さん、このサンバダンサーまさしと、そして我がゴーフィーニャスパフォーマンス、楽しんでいただけましたでしょうか、どうでしょうか。ありがとうございます、ね、今日ご来場のお客様、もしかしてビキニの衣装が見られるかもと思ってた方ごめんなさい、今日はビキニは来ません、ごめんなさい、ね、ですが今日は皆さんにですね、この芸術祭という機会を利用してサンバの本質というものに触れてもらいたいなと思って、あえて今日はこういう演出にしました。サンバというとね、皆さんビキニ、にぎやかしっていうねイメージがあるかと思うんですけども、サンバは祈りです。その昔アフリカの神々が奴隷たちと共にブラジルに連れてこられて、そして苦役と、そして自分たちのアイデンティティを守るためにサンバは生まれたわけです。自分たちの苦しみを、そして自分たちのルーツをサンバに織り交ぜて、そして今のようなサンバの形になっていったということなんですね。ということはサンバには神々に対する祈りが込められています。今日モチーフとしたのはサンバの神々の一つ、エシと呼ばれるもの、エシという神様をルーツテーマにして踊りをしました。エシというのは女性であり男性でありという神様、そしてエシュが司るのは愛と自由です。今ね、昨今いろんな嫌なニュース、そして窮屈な社会が続いてますけれども、そんな世界に、こんな社会にサンバを通じて愛と自由を送りたいと思って、今日はエシュのテーマを踊らせていただきました。皆様に少しでもサンバを通じて僕たちのね祈りが通じたらいいなと思って、今日は精一杯踊りました。本当にありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。サンバダンサーまさし、そしてゴーフィーナスのパフォーマンスでした。まさしさんだ、こちらどうぞ。はい、いや、見惚れてしまいましたね、本当にね。じゃ、はい、ありがとうございます。いや、最後に素晴らしいメッセージを、はい、ね、届けていただきましたけども、ちょっと先ほどお話したら、はい、本当にいろんなことを考えてらっしゃって、そのダンスとなんか生き方とか、はい、社会とか、今回ですね、皆さん、ゴーフィーニャスとして紹介させていただいた女性のダンサーたち、はい、あれは全員熊本出身の熊本の女性です、うん、熊本といったらね、いわゆる地方都市ですよね、そういったところでいわゆるビキニを人前で
着るということのハードルの高さというのは、ね、このご来場の皆さんねよく分かっていると思うんですね。そんな中で自分たちの本来の生き方に立ち戻れるというそういった思いも込めて皆さんねダンサーのみんなは挑戦して、うん、そしてサンバダンサーになってくれてます。あ、なるほど、うんね、なんかあの心の解放みたいなことも先ほどとでもまさしさん自体はもうなんかこの状態とても僕をお聞きしてても熊本で有名な方はいもう本当に、ねね、あのあ見たことありますという方も、ね、おそらくいらっしゃると思うんですけども、はい、あのご出身が熊本というわけでは、ね、まさしはないんですけども、ね、もう長いこと熊本をこうやってサンバで盛り上げてくださってますもんね。はい、ありがとうございます。僕はあの東京出身です。で熊本には縁もゆかりもございませんそうそう実はそうなんですよ。の知り合いです。本当に親戚もないですね。もちろんお友達もいなかった、うん、でも2012年の4月からこちらの方にねご縁あって熊本の方に住まわせてもらって、はい、ということですね。で今や近野さん先ほどのようにサンバ仲間を熊本にですね、はい、作ってくださって、なんとなく私はもう生まれも育ちも熊本なんですけど なんかこう通ずるものがあるなと思って、やっぱサンバのリズムっていうのは、まあ、おそらく日の国祭りの、ね、おかげかなと、ね、思われた方拍手で教えてください。そういうことなんですね。はい、サンバおてもやんが、ね、ございますのでかなっていう気はするんですけど、はい、でもね、こう地元ではない方がこうやって新しい文化を、うん、あの吹き込んでくれて盛り上げてなんか熱くしてくれてるっていうのはですね、まさしさんの存在がですね、近野さんやっぱ、はい、でもそれ抜きにしても踊り始めたら楽しくなるっていうのあるじゃないですか、うん、ぜひねあの何人かでもトライしていただいたら嬉しいなと思うんです、ね、はい、それを僕は最後に言いたかったというぜひ皆さん、ね、特に女性の皆さん、あの勇気を持ってそのハードルを乗り越えてきてください、ね、一緒にサンバ踊ったら気持ちもハッピー、そして自分本来の生き方に立ち戻れます。自分のことを解放して、うん、そして幸せに生きることが必ずできますので、よろしかったらですね一緒にサンバ楽しみましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。サンバダンサーまさし、そしてゴーフィーニャスでした。ありがとうございました。華々しく、あの近野さん、まさしさんはですねサンバ界の AKB を目指しているそうです。あ、そうなんですね、だからあのもっと増やしたいと。彼は秋元さんになるんですね。だそうです。はい、そうですね、分かりました。なんかでもちょっとハードル高くやっぱりどうしても感じがちですけども、まずは脱がずに踊っていいですもんね。脱がなきゃいけないことはない。そうですもんね。なのでどういう肌なの。いやもうぜひだからあの私たちもなんかこうね近いものを感じる熱いサンバ、皆さんもまず一歩トライしてみてほしいなと私も感じました、はい、さああっという間に前半ここまでで終了ということになりまして、ここからですね15分休憩の時間を取らせていただきます。皆さんお手洗いなどお済ませいただきたいんですが、この間にエントランスの方で、そうですね、はい、あのアーティストさんの作品、そして今日ですねあの絵を描いた、作品作ったアーティストさんご本人たち皆さんいらしてるので、ちょっとあの作品のことをお話聞いていただいたり、あと販売もされてる方もねいらっしゃったりしますので、ぜひですねそちらも、合わせてお楽しみください。ステージ後半は4時15分からスタートいたします。はい、ステージ後半は4時15分からスタートしてまいります。またもしよろしければこの時間を使ってあの投票の準備もですね、そうですね、はい、していただければと思います。今出ましたステージの方にも QR コードご準備いたしました。ぜひスマートフォンの方は読み取っていただきまして、そしてちょっとやっぱりわからないなという方はどうぞ遠慮なくお近くのスタッフにお声掛けください、お尋ねくださいませ。はい、最後には本日 MVP を発表してまいります。それでは後半のステージ4時15分になりましたらまたお会いしましょう。熊本シティアーティストウィーク芸術祭、どうぞ引き続きお楽しみください。活動名はクローバーです。マルシェはイベントなので似顔絵を描いたり、あとアルコールインクアートの体験会ワークショップをしたりしています。
ブレイルフレンドリープロジェクトという屋号で活動してまして、あのブレイルっていうのが点字ですね、目が見えない方が指で触って読む点字をアレンジしたアート作品を作っています。覆面アーティストとして活動させてもらってますラシャインです。熊本を、まあ、県内外です、ね、いろんなギャラリーさんや美術館といろんなイベントでの出展とか参加させて活動させてもらってます。岩野智久と申します。細川流盆石の日本文化を広める活動を行っています。活動名はあだ名がラガっていうあだ名だったんで、そのままラガで、活動内容としては、まあ、壁画がメインで割とポップなアートが、メインで、あと細かいイラストだったりとかロゴのデザインとか結構いろんなスタイルでやってます。熊本シティアーティストウィーク最終日芸術祭、改めて皆様ご来場誠にありがとうございます。ありがとうございます。さてお時間になりましたので後半が始まりまして、後半をスタートしたいと思います。はい、セッティング変わりました、ステージの上が、ちょっと音楽のね香りがしてますけれど、早速ご紹介ください、ザ・ヒートの皆さんです。1980年以来43年間熊本のロックシーンを牽引してきたザ・ヒート、今でも毎週スタジオに入ってさらなる高みを目指しフロントローを走り続けます。もう新型コロナなんかに負けている場合じゃないと、できることから始めようじゃないかとおっしゃっています。今日はオリジナル Too Long Too Long で熊本の音楽界に愛とエネルギーを注ぎます。ザ・ヒートです、どうぞ。
いや素晴らしい。これを最高と言わず何を言うのだろうかという。もう昔若かったバンドのね、今の現在系の典型日本みたいな。ありがとうございました。本当にありがとうございました。息切れてませんね。いやもう思いっきり我慢してます。今すぐ休診を飲みたいほど。ね、もう拍手も思わず湧くぐらいですけど、いやでも我々は最高でしたよね皆さん。ありがとうございます。いや盛り上げていただいて、ありがとうございます。盛り上げていただいて、実は私しょっちゅう言ってますけれども、もう20年近く前からのお知り合いで。それだけ長い。昔東京でコンテスト、
親父ロックバンドコンテストっていうありました。私はやっぱり同じように司会をさせていただいたんですけど、その時出演していただいて、なんとグランプリを。そうなんです、ありがとうございます。全国一位。いやいやいや、今日はあのステージを降りましたけど、びっくりしました。その時はステージ落ちてしまってね。ね、あのその模様が熊本ではあの番組として放送が、ね、ありまして、このさ、当時私その番組あの AD をやってまして、そうなんですよ。私もその頃から、はい、存じておりまして、あの頃親父だった、ね、人たちが今もこうやってねステージでますます盛り上げてらっしゃる。いやいやいや、今はじいちゃんですけど。いやでも、はい、見えないです、靴が変わってないんですよ。あの頃からダンスシューズ履いて、少し、はい、前の方にぜひ菊川さんどうぞ、はい、あの、ね、実はシルバーを持ってらっしゃるんですけどね。私も、はい、そっちの方が印象がありました。はい、いやシルバーはですね、前の出演者とちょっと被ってしまったので急遽変えました。はい、変わらず足も上がられますしね、上にね。はい、あの今日はちょっと控えとります。あ、だってズボンがパンパンなんですよ。もうこれ以上動いたら、ま、いつ裂けてもおかしくないというそういう状況なんですね。その体型をずっとキープされてるのすごいですよね。いやいやいや、大したもんですけどね。ありがとうございます。自分で言っちゃうとね。はいはい、ね、もう本当にあの曲中とこの間の MC のギャップがもうこれでもかというぐらいに、はい、あられまして、バリバリの熊本弁っていう感じで、でも初めてじゃあ近藤さんがご覧になった時はどういう印象でした？いやすごい本当にかっこ、いや、その今ほらこうやってお話しして笑ってますけれども、その時バンと出てきて演奏された時は本当にかっこよくてですね、今もかっこいいですけどね。いや、それでもう審査員みんなであのグランプリよってことで、あの時ね、でもあのグランプリがあって、うん、はい、またヒートとしてはガラッといろいろ活動がね変わりましたね、変わられましたよね、うん、はい、やっぱりいろんな方から声かけていただくようになったんですよ。あ、やっぱりもう知っていただいたということですね、はい、それでやっぱりのぼせましたね、のぼせましたか、はい、でもだからこそ続けてもね来られてるでしょうし ね、 そ, うですね、それであのいつまでやるつもりですか？バンドですか？はい、そうですね、一応あの自分の中ではですね、あのバンド結成当時の夢だったロンドンでやりたいという、でしたね、本場で、ね、はい、そのロンドン公演までは絶対やり続けるぞというのはもうみんなバンドの仲間でも、あの、はい、決めてるんですよね。いいですね、そういう夢。いやもう、はい、ぜひねその夢は近藤さんにもあのどうにかご協力、今いろんなこと言いますね、入った瞬間いろいろ考えてますそうですよね、はい、お金は心配いらんです。あ、そうですか、はい、出します出します大西市長が勝手に言ってます私たちもですね、もうその際は近藤さんも一緒にねあの来ていただいて、はい、いやでも僕もザ・ヒートのファンですからね。あ、私もそうです。でも、はい、幅広いと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだあの死ぬまで続けていきたい、いただきたいと思っておりますよね、はい、皆さんもありがとうございます。次のライブ情報ないですか？はい、次のライブ情報は ありますよ、はい、来月の3月11日、はい、あの福岡のゲーツセブンというところでやります。それはですね、あのクラシックロックフェスティバルといってか、まあ、いわゆる往年のロックバンドですね、はい、レッド・ゼッペリンとか、はい、それからディープ・パープルとか、うん、ジミ・ヘンドリックス、うん、もう素晴らしいバンドのトリビュートバンドが大集結するんです、福岡で。すごい盛り上がり、はい、それに我々も呼ばれまして、で我々もやりますトリビュートバンド、はい、マイケル・ジャクソン、あら、知らず、ちょっと待ってください。笑ってください。そういう、あ、いや、我々は息を止めました皆さん、はい。ザ・ローリングストーンで。そうですよね、よかった、はい。出させていただきます。ねえ、はい、もうこうやってね、熊本のみならずやっぱ県外でもね、まだまだ活動、はい、ライブをし続けていらっしゃいますので、やりたいですね。いつかロンドンで、はい、はいはい、ぜひやってみたいと思います。もちろんです。お供します。はい、まだありがとうございます。よろしくお願いします。まだまだ走り続けてください。ザ・ヒート、お話は吉川さんでした。ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。いやー、なんかもうね、いつ会ってもああいう明るさでね。わかります。いやもう本当、あの、嘘じゃなくファンだったんですけどね。いやでも、なんか熊本人としても嬉しいです。はい。では、続いて参りたいと思います。はい、次は、エイリーさん。のパフォーマンスです、はい、配信アプリワンセブンライブ音楽イベントミュージックウェーブ新人枠で1位を取得した経歴をお持ちのエイリー、駆け出しで熊本出身のシンガーソングライターです。それではエイリーどうぞ。あ、こんにちはご紹介に預かりましたエイリーです。はじめまして。
今日はご来場いただいた皆さんと、そしてアーティストの心と心をつなぐアーティストウィーク最終日のこのステージで皆さんとお会いできてとっても嬉しく思います。今日は私エイリーと、そしてベースのテルさん、そしてギターの阿部さん、そしてドラムの木戸さんと4人で1曲、私のオリジナルの曲を歌わせていただきます。先ほど駆け出しと言ってもらったように、去年の8月から、熊本のステージで歌わせてもらうようになりました、今から歌わせてもらう曲も去年の9月に初めて、人生で初めてリリースした、曲となっております。その曲はまさに今日の、イベントのような、音楽を通して聴、いてくださる皆さんと、そして、アーティストと、音楽でつながれるようにと願いを込めて、参加型の音楽を作ってみました、曲の最中で私が大きくこう手を2回叩く時がございます。もし、分かるところがあったら一緒に叩いてもらえるととっても嬉しいです。この曲はですね、今から歌う曲は、コロナ真っ只中の時に、私だけじゃなく、自分だけじゃなくって、自分の大切な人だったり世の中の人が漠然とした不安を抱えている中で、自分がなんか何もできないこと、なんかすごく無力なことにとても悲しくって、そうやって過ごしていたんですけれども、でも落ち込んでても、状況は変わらないし、待ってても、いいことはやってこないし、自分で掴み取りに行かないと前に進めないんだって、そういう前向きな気持ちを、歌にしてみました、いくつになってもですね、チャレンジすること、夢を見ることはとっても楽しいです。ぜひ一緒に楽しんで聴いてください。オリジナルの曲、羽を広げて。Wow.
弾ける笑顔もすごく印象的でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。エリさんどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張しました？めちゃくちゃ本当ですか？めちゃくちゃ緊張しました。わからないくらいでしたね。もうなんかエネルギーのある声を私たちに届けてくださったなという感じが、うん、ありがとうございます。ありました。このミュージックウェブ新人枠1位という、うん、ミュージックウェブってのはどういう、そのアプリの中にある音楽イベントなんですけれども、1位を取ったら、渋谷の ビーツっていう音楽ライブハウスで、はい、出場してライブができるっていう権利がもらえる。そこで1位をいただいて、自分の 初めての、うん、ライブ、はい、AD として初めてのライブが、はい、この1位を取ることで、で叶ったんですか？はい、叶った。すごいですね。じゃあ本当に曲を作って人の前でやる前にこっちで。そうですね。その配信で、はい、カバーでずっと歌わせてもらってる中で、はい、いただきまして、でもそこから音楽もっと頑張りたいなって言ってこの曲も生まれて、はい、本当にきっかけをいただきました。なるほど、ね、本当ですね。作詞はさっきコロナの最中じっとしてても始まらないなっていうその、まあ、勇気を持って前へ進もうみたいな、なんかそういう思いをいつも曲に込めたりするのできっかけで曲を作るんですか？そうですね、やっぱり特にコロナ禍っていうのもあって、うん、思いが強かったので今回は、はい、曲に込めてみましたが、うん、まだまだ、自分の曲も模索しながらいろんなことに今挑戦しているところです。駆け出しシンガーソングライターって自分で言ってますからね。でもまだ始まったばっかりということは先の方が長いですからね、エイリーさん、ね、うん、ありがとうございます、はい、そうですね、今からはこうどんな風な活動をするどんな歌い手になっていきたいですか？はい、私 夢は、うん、世界中の人と、音楽を通して、音楽を通して、世界中の人と、つながれるようなそんな場所を作りたいっていう、思いがありまして、今日のこのステージが本当に確かな一歩で、こうやって歌わせてもらって、そう、確かな一歩で今後は東京に活動の場所を移して、うん、音楽活動をちょっと続けていきたいと思っております。前に進む一方です ね、 ですね。しばらくじゃ熊本でのライブの予定は今ない？そうですね、今のところはこれが今日が当分は最後お、ということは次は
また帰ってきて凱旋っていう感じになりますね。できるように頑張ります、もちろんです、はい、頑張ってください。今後もね、私たちもエイリーさんです、応援していきましょう。この時間、熊本出身、駆け出しシンガーソングライターエイリーさんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今野さん、こういう配信アプリからこう登場する方っていうのが最近増えてますけど、いかが感じてらっしゃいますか？今世界と音楽でつながりたい、ウェブを使うとですね、世界とつながっちゃうんですよね。す結構簡単な時代に、ね、なりました、手軽で。日本より先に世界で有名になっちゃう人もいますからね。確かに。これってでもずっと音楽されてる今野さんってどんな風に感じていらっしゃいます？いや、羨ましいなと思いますよ。あ、でも、ね、僕らのもう本当にあの狭いところでやってたなと思いますからね、でも、はい、それだけチャンスが、ね、たくさん転がってますのでね、次のスターはあなたかもしれません、はい、さてそんなスターも登場するかもしれない、この熊本シティアーティストウィークなんですが、皆さん今日は参加していただけるんですよ。です、投票企画をやっております。正面スクリーンにも QR コード今ありますが、こちら読み取っていただきますと、スマートフォンのカメラ機能などでパッと読み取るとですね、アクセスすると、今日出演の全14組のアーティスト、気に入ったアーティスト3組投票していただくことができます。で、今日の最後に MVP を発表しますので、あなたの一票が大切になってきますので、ぜひぜひ皆さんもこの後も誰に投票しようかなと思いながら参加していただきたいと思います。あの写真撮ったんですけどって言ってる方はそうじゃないですからね。そうなんですね。カメラを向けるとそこにあの出ますから。なんかピーってね、はい。あれ写真撮ってもなんか。そうなんですよね。申し訳ありません。はい、ちなみにちょっとやっぱりどうしてもうまくいかない方は、お配りしているアンケート用紙の下半分もね、チェックして投票できるようになっておりますので、ぜひ皆さん投票お願いいたします。はい。さて。は。じゃあ、続いて参りましょう。セッティングできましたね。はい、続いての出演はバターコーン EX さんによりますバンド演奏です。書いてある通りにプロフィールご紹介します。シュールでくだらない歌を愛する3ピースバンド、書いてあるんです。 CM などコマソンの制作、楽曲の提供などを行い、ライブでは全くメッセージ性のない肩の凝らない歌を中心にくすっと笑ってもらえるようなライブをしています。どうか皆さん気軽に優しい気持ちで聞いてください。それではバターコーン EX です。どうぞ。どうも、はじめまして、バターコーン EX です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お待たせしました、バターコーン EX と言います。今まで10組の方がもう素敵なパフォーマンスをされてて、私楽屋で見ながらももうお腹いっぱいだなと思って、皆さんももうお腹いっぱいの方も多いかなと思うんですけれども、バターコーンという名前なので、バターコーンだったら満腹でもちょっと食べれますよね。食べれません？小食ぶってます？皆さんね。ありがとうございます。ね、救いの拍手ありがとうございます。ね、助かります。なので、今日はくだらない歌を中心に一生懸命歌わせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。とりあえず景気づけに一発やっておきます。せーの。アーティストウィークね、突然やっても誰もやってもらえないんですけれどもね、僕らのライブが終わる頃にはみんなでアーティストウィークね、やりたいなぁと思ってます。聞いてください。小学校のクラスのある風景をですね、歌にしました。聞いてください。キノコ。クラス全員に好きなキノコを好きなキノコを聞き回ったんだ。あの子もしめじ、あいつもしめじ、しめじしめじの中、あなたはあなただけ、えのきだけあなただけ、えのきだけ。続けてもう一曲歌わせてもらいます。次の歌はこの世界で一番おいしいもの、聞いてください。この世界で一番おいしいキノコ、
どこは美味しいキノコはなんだろう。松茸なのかな、きっと松茸なんだよ。だけど僕にはこれしかないと思うんだ。えのきだけこいつだけ、えのきだけこいつだけ。まだまだいきます。お父さん、お母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、呼んだだけ、呼んだだけ、なんとなく呼んだだ。ありがとうございます。鳴りやまない拍手ありがとうございます。スタンディングオベーションもありがとうございます。誰一人立っておりません。ありがとうございます。アーティストウィーク、はい、パラッとありがとうございます、ね、だんだん盛り上がってきたんじゃないかなと思います。ありがとうございます、ね、ライブが終わる頃には全員でね、アーティストウィーク決めたいなと思ってますけれども、世の中世知辛いですね。こうやってコロナ禍だったのでね、熊本芸術祭みたいなことでこうお客さんと一緒にいろいろ楽しめるイベントってすごい待ってましたって感じでですね、今日僕たちもテンション上がってるんですけれども、今から歌う歌がですね、そんな盛り上がりにちょっと油を注ぐというか、266浜線は混んでるというですね、渋滞のラブソングを出してもらいます。でこれがですね、金曜日にですね、何を思ったか熊日さんのニュースでですね、渋滞緩和に向けて都市高速を作るっていうニュースが、皆さん知ってます？なんか新聞とかテレビで出てましたね。ただその記事が出た後にこの熊本市の芸術祭で私たちは浜線は混んでるって歌うんですけど、本当に大丈夫かなとちょっと心配はしています、ね、なので優しい目で皆さん見守っていただいて、今日この曲を最後に聴いて、どうか浜線から帰る方は日曜日の夕方はですね非常に混んでおります、ね、ぜひ、聴きながら歌えるかなと思ったらですね、少し幾分か心の中で歌ったり、ちっちゃい声で歌っていただけると助かります。それでは聞いてください。266浜線は混んでる。毎日忙しくてやりたいことが渋滞してる、忙しい人ばかりで、ここは今日も渋滞している。晴れの日も雨の日も、朝方も夕方も、浜線は混んでる、浜線は混んでる。何度目だろうこの赤信号、もうすぐ旅立ってくあなたに、少しでも会いたいけれど、浜線は混んでる、浜線は混んでる。会いたい渋滞、会いたい月曜日も火曜日も、水曜日も木曜日も、浜線は混んでる、浜線は混んでる。金土日はめちゃくちゃ混んでる、もうすぐ旅立
だってくあなたに少しでも会いたいけれど、浜線は混んでる、浜線は混んでる、会いたい渋滞、会いたい渋滞、会いたいと渋滞の交差点だよ、ここは聖体の島。ありがとうございます。浜線は混んでる、浜線は混んでる、ありがとうございます。それでもやっぱりあなたに会いたい。それでは最後歌いますよ、お願いします。はぁ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 、浜線は混んでる、浜線は混んでる、それでもやっぱり僕はあなたの元へ、たとえ浜線が混んでても、今日も明日も明後日もし明後日も、ありがとうございます。せーの、アーティストウィーク、ありがとうございます。もう一度、アーティストウィーク、ありがとうございました。バターコーン EX、はい、でバタコさん、どうぞこちらへ。どうぞ拍手でお迎えください。キーボードは吉田圭さんで、ギターはアメージングソノザグレースさんですね。でバタコさんどうぞ。はい、あれです、バターがダクダクのバターコーンだなって思っていつもね聞いてるんですけども、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。なんかゆとりのなんか楽しい曲ですね。ゆとりの、ありがとうございます。ゆとりを持って演奏されてる感じ、ありがとうございます。だからなんか引き込まれますね、スーって。助かります、ありがとうございます。僕浜線知らないんですけど、混んでるんですね。めっちゃ混んでます、近野さん。大渋滞です。でもなんで切ないんですかね、浜線は混んでると。メロディーも切なくて切なくて、なんかやっぱ主人公がですね、熊本でいうとこの三船ぐらいから、だん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 大切な人の待つ八王子に行くという物語なんですね。で、あ、走れてますね。そうですよね。そうなんです。でも、会いたい渋滞、会いたい渋滞、ここは鯛の島、鍵の小浜、夢タウン、ね、いろいろあるんですけれども、その辺でこううっつまりますという、その辺のこの恋のもどかしさと、ごめんなさい熱弁してるけど、どんどん引いていってらっしゃるんで、場所で言われてね、なかなか差ができるんですけど、でも気持ちがすごい伝わってきます。ラブソングなんです。だから、はい、ここまでインフメる人います、浜線のことだけで。ね、もう本当天才かなと思いながら聞いてるんですけどもね。でもですね、近野さん、実は、はい、私神通りというアーケードの、はいはい、イメージソングコンテストというものがあったんですが、その時にグランプリを取られまして、バターコイン X 司会をさせていただいたんです。でもキャッチーですもんね、そういう意味では。そんな言い方したくないですけど、ごめんなさい、ね、でもキャッチーですもん、メロディーも言葉も。そう、やっぱり神通りの皆さんもやっぱ好きだと思ってもうグランプリに選ばれまして、はい、そこからですね、ものすごい勢いで出番が増えてらっしゃいまして。そう、大忙しいですか。はい、だから神通り浜線というか、なんか道とか通りの歌ばっかり歌ってる人みたいな感じで盛り上がってまいって。もう本当今のところハイペースでご一緒してるぐらい、熊本 で、ね、はい、どんどんご活躍なんですけど、もう今もう急上昇ですね。じゃあね、ありがとうございます。そう、キノコも面白かったですね。えのきだけです。だけですからね。次の出演者さんが口ずさんでました、裏で。ありがたい、ありがとうございます。でもやっぱりそれだけこうキャッチーというか歌いたくなるような。はい、後ろで評価が面白い。ミュージシャンで面白いっていう評価はね、皆さん。やっぱなかなかないですかね、近藤さんね。うん、ないです、ありがとうございます。でもやっぱりそれ面白いって言われるのもありなんですかね、ご自身たちとして。やっぱ拍手も嬉しいんですけど、やっぱ笑いの方が勝っちゃう時が多かったですね。ああ、この20年。あ、そうですね。長いことやってますけど、
笑いの両方を気にしちゃうという。でもそれも気持ちいいなっていうですね。そうですね、どちらも気持ちいいで、ね、ありがたいなと思います。いやいや、熊本でね活躍が止まらないんですけど、今後どんな風に活動していくんでしょうか。バタコその今後ですね、やっぱ浜線の渋滞の歌聞いた人が、うん、あの3号線も混んでますよとか、聞くよなんかすごいですよみたいなことをバイパスばっかじゃないですか。どんどん混んでる情報を僕に教えてくれるんですけど、うん、まだ今のところ作る気はないので。そうですね、どんどん言われてるとやっぱでも作らないといけないんじゃないかなと思って、うん、あの今後はあの都市高速ができるという方向性なん で、ね、夢の都市高速かなんかの歌を、あのー、渋滞しない方向の歌が今後、そうですね、ここは渋滞しないという歌の方をちょっと頑張ろうかなと思います。だ今後のバタコン X はじゃあ渋滞はしないぞという感じになっていきそうですね。そうですね。もう柏山さんの言う通りで進めていければ。もうちなみに神通りの歌はあの神通りストーリー、神様の言う通りという歌詞なんです。あ、うまいと思って。いい曲書きますね。本当ね、うん、どなたが書いたんでしょうね。私なんです。はい、もうバタコさんでございます。今後のご活躍にも皆さんぜひ注目してください。バターコーン EX でした。ありがとうございました。でもね、はい、やっぱりちゃんと音楽的におしゃれなんですよ。やっぱそうなんですね。そこがね、そこがやっぱりすごいな。面白いだけじゃないからみんな惹かれていくのかなという気は、はい、しますね。はい、ということで、はい、続いていきましょう。はい、大丈夫ですね。続いては林田拓也さんによるパフォーマンスです。はい、プロフィールご紹介しましょう。特段元気なわけでも強い強いメッセージがあるわけでもありませんが、音楽は楽しいなと日々感じています。芸術万歳と林田さんがおっしゃっています。普段は一人で弾き語りをしているそうなんですが、今回バンド演奏で披露いただきます。それではどうぞ。しばらくお待ちください。こういうこともあります。ありますか。やっぱりしっかりしっかり確認されてください。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあこんばんは。どうもこんばんは。大きな拍手お願いします。してみたんだ。やめる姿の綺麗さ、みんなそうさ、みんなそうさ、ああ。答えを引き出したらほとんど間違っていた。自分を探そうとするたびに僕はつまずいてしまうんだ。ねえそこの若造よ。何で生きてるんだろうな。
何が待ってるんだろうか。いやまだ知りたくはないんだ。この先はこの先は待ってんだ。この先はこの先は待ってんだ。誰が ご清聴ありがとうございます。どうも。どうも、ご紹介いただきました林田拓也と申します。そしてグレートなロックバンドでございます。どうも皆さん大丈夫ですか。長丁場ですけど元気ですか。元気。あー素晴らしい。シビコール素晴らしい。ね、もうお腹も減ってると思うんですけど、音楽を楽しみに、まあいいや。私熊本出身で熊本在住でございまして、なんか今までですね、20年ぐらいバンドやってたり音楽やってたりするんですけど、ちょっと地下に潜りすぎまして、ちょっと地下活動が激しかったんですが、今年からですね、ちょっと表にファッとお母さんファッと出ますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、もう次最後の曲になりましたが、君と僕だけさという歌をお送りいたします。どうも本当今日短い間ですけどもありがとうございます。林田拓也とバンドでございます。では君と僕だけさ。ことばか「やってたって意味ないさ」「もっと高く舞い上がることだってできたのに」「同じようにやりたいかい」「あんな連中みたいにさ」「誰が何と言ったって」「そう君は君なのさ」ゾクゾクするようなこんな気持ちを待っていた君と僕だけさ。それを知っているのはありがとうございます。どうも。僕は僕でそれ以上それ以下でもないよ。やれることをやるだけさ。だからきっとうまくゆく。そうさ二人うまくゆく。いずれ君を連れ出せる。誰が何と言ったってそうこれが本当だ。このつま先からてっぺんへ君の喜びの流れ。きっと僕だけだ。それを知っているのはいつまでもこうしてよ。君と僕だけさ。
溢れてくるようなこんな気持ちはそうそうない、きっと僕だけさそれを知っているのは、夢を見てるのは、oh, きっと僕だけさ、oh, oh, oh, oh. La 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 la. どうも、本当ありがとうございました。林田拓也さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。今日はバンドでの演奏で披露いただきましたが、ギターが中村誠太郎さん、はい、ベースが浦川雅史さん、ドラムが吉武美希夫さん、した、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞどうぞこちらへ。あ、どうもありがとうございます。グレッチと一緒に、はい、どうも。つい楽器に行っちゃうんですけどね。やっぱりそうなんですね、皆さんね、はい、すごいかっこいいですけど、かっこいい、高いですよこれ。やっぱりだ、はい、じゃあ、5万円からはい、スタート。ちょっと待って、そういう感じのキャラクターいらっしゃるんですね。あの、だいぶ砕けて、はい、6万円、はい。もうせっかくジョージ・ハリスも使ってたらいいギターですね。ビートルズもジョージ・ハリスも使ってた、ああ、そうなんですね。普段はあれですね、アコースティックギターで一人で、そうですね、あのフォークギター、アコースティックギターで一、はい、人ちまちまと弾き語りをして、はい、やっておりますけれども、自分で全部曲を作詞作曲、そうです、作詞作曲と、あと自分で録音してて、そのドラム叩いたり、ポール・マッカートニーみたいな、はい、全部ビートルズに持ってきます。そうですね。分かりやすいです。ビートルマニアなんで、はい、はい、すごい、録音までされるっていうのは、あの、全部自分で、だからその機械でやらないで生で撮るんですか。生楽器で、あ、ドラム、あ、生楽器でドラム入れたり、ベース弾いたり、うん、ピアノ弾いたりして、はい、トランペット吹いたりとか、あ、何でもやってきちゃうんですね。もう、じゃ、いろいろ手広く、手広くやっております。はい。うん、お知り合いで、あ、いらしてね。知らない人ですけど、ね、知らない。どういうキャラクターですか。はい、喋れば喋るほどなんかちょっと曲の感じと思った、緊張しちゃってました。いい、本当ですか。普段もそうやって MC を、そうですね、ただ今日ほど受けた試しがないので、今日のお客さんはすごいこれ優しい。そうですか、はい、優しいですね。お母さん優しい。一人で仲良くする感じです。そうです、もう、はい、応援しますよ。ファンが増えましたね、吉田さんの。でもね、え、熊本でずっとされてる。はい、生まれも育ちも熊本でございまして、はい、西区でございます。はい、一緒、私も西区なんで、はい、先輩お世話になってます。え、どんなところでされてるんですか。すいません、ね、かぶせちゃってね。もう一回ですか。せーの。ありがとう。ありがとうございます。会場の皆さんも拍手で盛り上げお願いいたします。すいません、なんか知らない人なんかみんなキョトンとしてるのが見えるんですけど、私もタクちゃんなのでなんかね。私も、あの、心の中では、はい。関係ない。コンノさんもタクロウさんなんで。ダブルタクちゃんだということで。はい、普段はですね、ライブハウスとか、あの、喫茶店みたいな、ちょっとカフェ的なところで。はい。こじんまりとした感じでやってますけども、今日みたいなところは本当初めてですね。今度はあの、3月に、25日に、はい、熊本駅のそばのですね、あのニューホテル、はい、ご存知ですか皆さん、うん、ニューホテルの、バーで、あの、しっとりしっぽりライブをさせていただきます。どうしっぽりっていうのは受けてますけど、もう、はい、完全に壺にね入っていただいて。じゃあ後ほど。じゃあ、はい、まずは近いのは3月25日に、はい、ニューホテルのバーでしっぽりということで、はいはいはい、多分 MC も面白いと思います。そうですね、曲もアコースティックギターでいくとまた違う曲がたくさんありますので、うん、ぜひ、ね、ありがとうございます。あの、今後もね、まだ注目してご覧いただきたいと思います。はい、新たなファンもね増えたところで、どうぞ応援よろしくお願いいたします。はい、林田拓也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。拓ちゃん
あの人間性をつかむ前に分からなくなっちゃいました、ね、なんかちょっと面白みのある方ですね、はい、でもねそれでは次に行きたいと思います、続いてはサン・ムラタ・ハンドリック・ハンデリック・ユースケ・クラハラさんによるセッションです、はい、なんと80歳を過ぎて絶好調のバイオリニスト、はい、サン・ムラタさん、ムラタさんを中心にメランコリックなシンガーソングライターかつ絶品ギタリストハンデリック、いびつなファンキーベーシストユースケ・クラハラによるユニットです。3人それぞれ培ってきた音楽性をその瞬間に発し、心地よくも刺激的な音楽空間をこれから提供いたします。本日スペシャルセッションです、どうぞ。When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just alone as you stand.Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky when they look upon, stumble and fallOf the mountain, she crumbled to the sea. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear. Just alone, as you stand, stand by me. So daring, daring, stand by me.Stand by me, oh stand. Stand by me, stand by me. Violin Sam Murata.Thank you.
手拍子ありがとうございます。とっても嬉しいです。はじめまして、ハンデリックです。ベースは倉原雄介、そして真ん中はサン・村田さん。あれ、なんかまだ手拍子やってない人もいるんじゃないですか。全員参加でいきましょうよ。次やる曲は、僕が作った曲で、空の色は心の色という曲で、ちょうど阿蘇まで向かう途中のミルクロードとか走ってる時の気持ちを歌った曲です。今何の心配もない、隣に君がいるから、おう、緑と青の道の途中、小麦色を探しに行こうぜ。空の色はきっと心の色さ、気持ちを映してる鏡のように映してる。おう、荷台に藁を敷き詰めて、歌が思いつくのを待っている。田園風景の向こう側、ボンネットバスが絵を描いてるよ。このまま二人でずっと一緒にいようよ。気持ちを映し合う鏡のように映し合う。All right, violin, come on! ありがとうございます。個性の三重奏のように見えました。今一度大きな拍手をお願いいたします。いや、ぜひお聞きしたいですね、お話を。なんかこう一人に絞れないぐらいですけども、ね、なんか全然こう雰囲気も違うし、楽器ももちろん違うし、世代も違うのに、なんかね、美しい音色になるというか、どうやって3人が集まったのかも聞きたいですね。ですね、経緯がですね、あ、
よろしいです。すみませんね。ありがとうございます。ベースのね、倉原さんは先ほどあのダンスと一緒に。そうですね。前半でも、はい、ご出演いただいたんですけども、はい、またその時とは違った感じのね、雰囲気でしたよね。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。どうして3人、どういう形で3人集まったんですか？白川公園の裏に、はい、月見っていうね、ライブハウスが最高のハイセンスな、熊本のこうカルチャーをこう支えてくれてるようなところがあるんですけど、そこで3人がそれぞれこう演奏してて、はい、でこう飯田さんっていうね素晴らしいこうオーガナイザーさんがいて、その飯田さんが私たち個性豊かな3人をこう引き合わせてくれたっていう形ですかね。その方の力が、飯田さんっていう人が素晴らしい人で、いろんなアーティスト、文化をね、持ってきてくれる。そうですね。飯田さんなの。飯田さんという方が今登場されてるんですけど。そうです、はい、ね。飯田さんの時で何も起きなかった。今日来てないんですけどね。飯田さん。お忙しいですからね。月見もね、今いっぱい入ってますからね、イベントとかね。あ、じゃあそこを拠点に集まった3人にね。友達になってる。へえ。今日初めてで、この先はどうされるんですか。今日初めてなんですよね。3人で。やるでしょ、いろんなところで。今後いや、もう村田さんがやるでしょ。もうやるでしょって言ってしまいましたよ。はいはい。村田さんがやるとおっしゃるなら僕たちはもうついていきます。決まりですね。いいですね。僕は村田さんのステージは、はい、傍聴見させていただいて、あ、そうだった、なんて素敵な方がいらっしゃるんだろうと思って。いやもう今日唯一年上の方なんで嬉しいです。近藤さんにとってもですね。で80過ぎてらっしゃるということで、僕はね、売り物は僕の投資かな最近。本当ですか。いやいやいや、もうね、もう全然 もう見えないって言ってもあれですか。でもこうやってね、また新たなこうスタイルで3人でという風な演奏でしたが、村田さんにとってはいかがですか。僕はハンちゃんに会えたのが今から1年ぐらい前かな。それで一緒にやって、僕はお客さんで行ったんですよ、彼の。彼のギターがあまりに素晴らしいんで、ちょっと一緒にやってくれませんかって僕が尋ねた。それで今度は祐介君があって、はい、その人が素晴らしい人で、はい、これは偶然の出会いで、じゃあこれから行こう。人生すべて偶然の出会いから始まるでしょ。だから偶然の出会いです。はい、大切ですよね。飯田さんはどこに行っちゃったんですか。飯田さんにね、大元って、いやいや、あの人はすごく面白い人ですよ。じゃあ今後もね、月見でもまた3人でやることがそうなんですね。ありますかね。今度はやりますから来てください。ぜひ、じゃあその月見 の、はい、あのスケジュールを見ていると多分そうです、ね、この3人のお名前で、バンドリーダーはハンちゃんにやってもらいます。あ、そうですか。今決まった。決定です。ハンちゃん、はい、お願いします。はい。リーダー、よろしくお願いします。はい。まだ始まったばかりのね、お三方という感じでしょうか。今後もますます目が離せません。さあ、村田さん、ハンネリック、そしてユウスケ、倉原の3人でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。いや、なんか素敵ですね。いや、近藤さんもこれまで本当にいろんな音楽を見て聴いてと来られたと思うんですけど、はいはい、ああやったのがバイオリンを含んだ弦楽器3人っていうのは。そうなんですよ。僕らの時代はクラシックの方はクラシックとかですね、うんうん、なかなかそのこう会う機会も一緒に演奏する機会 もなかったんですけど、最近はまあ、これもネットのおかげもあると思うんですけれども、いろんな方がいろんな方と、まさに今村田さんおっしゃられましたけど、出会って、偶然に出会って、ネット上でもね出会って、それで一緒にやろうって言って、その演奏してみたらすごく楽しかったと。だから僕もこの10年ぐらいですかね、はい、クラシックのチェロの方とかバイオリンの方とかフルートの方と一緒にやったりとかですね、これが全く面白いことに、クラシックの方たちにですね、はい、ビートルズと言ってもうーんって言ってるし、エリック・クラプトンとか言ってもはーって言ってますし、でも逆なんですよ、向こうもそうですね、クラシックの曲を言われても、僕ら有名な曲のタイトルとメロディーは知ってますけれども、それ以上わからない。でもそれでもなんか何の会話が通じて、で音楽ですから真ん中に和音とメロディーとリズムを置くと
なんかみんなで一つのものができる、まさに今の形ですよね。なんかこれって不思議なことなのかなっていうふうになんか聞く私たちとしては思ってるんですけど、演奏する側の方々ってどうなんでしょうか。出会いが初めあって、はい、それで今言いましたけど、真ん中に音楽があれば、あの何かお互いのアプローチの仕方で自由ですから、でそのじゃあそのやってる曲が昔だったらそれロックじゃんとか、はい、フォークじゃんとか言われたんですけど、でもジャンルでですね、もう今全然そういう感覚がないので、やる側もないですし、もちろん皆さんもね、多分聴いてるあの音楽がどういうジャンルかなんてね、別にもういいじゃないみたいなところもあるので、確かにあのそういう意味ではすごくこうなんか機会が増えたというか、音楽の幅も広がったし、あのかなりこうなんていうんですか、表に出てる方もいろんな音楽のその要素を取り入れて、多分あのいろんな音楽聴かれてると思いますけど、テレビに流れてる音楽も実は演奏を聴いてるともう本当にいろんな要素が入ってるっていう、私たちが逆に気づいてないけどもっていう感じのものも、特にねあれです、最近あのアニメの主題歌を聴いてるとですね、はい、どうでしょう、アニメの主題歌は本当にこれまた今ほら日本のシティポップスが世界で評判になってると一緒でですね、はい、そうですね、アニメの楽曲もですね、なんてこんないろんな要素をこうギューって詰めてるんだろうという、実はレコーディングするととても難しいっていう、いろんな要素が入ってるから、ここまであのなんかなんフォークっぽいね、いきなりヘビーメタルになったりとか、そうです、わーってなり始めたりとか、そういうのがあるので、あの面白いですよ、今そうやってそうやって聞くと音楽もまたちょっと面白いなと思います。でも確かにこうアニメって本当にね、あの老若男女問わずもう小さい子供もね見たりしますけど、そういう小さいうちからちょっと多ジャンルな曲に触れられる機会も増えたってことになるのかなって感じてるんですが、そうですね、あのまあもちろんネットもそうですけど、リアルでもいろんなライブが催されてますし、まあテレビ含めたよく耳にする音楽もそういう要素がたくさん入ってるっていうことで、いろんなものが耳に入る時代になったんですから、はい、だからこそこう私たちの芸術を見るという機会も増えて、どんどん私たちもこう芸術が当たり前になってきているみたいです ね、 ですね、気づかないだけかもしれません、まあ、だから今回芸術祭というようなね、はい、あのタイトルをつけてこういう形で本当に多ジャンルの今日はすごいですね、方たちが、ね、はい、あの出演していただいたんですけど、いよいよ、はい、最後のパフォーマンスとなります、はい、最後を飾ってくれますのはこの方たちです。キリングタイム、熊本発日本語ロックバンド、キリングタイムとは暇つぶしという意味、儚さの中にある美しさを綴った歌詞、心にまっすぐ訴えかけるメロディーを武器に、誰かの暇つぶしとなるように全国各地で活動中です。本日トリを飾っていただきましょう。キリングタイムです、どうぞ。2023年2月5日、熊本キリングタイム始めます。よろしく。もう満たない影に落ちないように、すり減った靴底数えよう、両手では足りない星が逃げないように、積み切った旋律集めよう。ふばふば波を立てずに、ただただつましやかに、それでも傘は閉じずに、朝焼けを待ち続けて、叶わぬものを忘れて、
タバコの煙吐き出す札にしまう穏やかな明日求めて追いかけてみた停止線を越えてこれからも剥がしたら名もてしまった傷たけた2月蓋落として始まらなくて君のせいにしたよこれからも剥がしたら気づいてしまった新しい余白赤ラブホを託して開いてしまった幕あの子が笑った止まらない君を求めて追いかけてみた停止線を越えてさよならを剥がしたら治ってしまった傷たけた2月まして、熊本を中心にいろんなところでライブをしています、キリングタイムと申します。よろしくお願いします。きついな。まあ、いろいろ熊本を中心にっていうか熊本出身のあのバンドで、まあもちろんいろんなところでライブもしてまして。まあ、縁があることに、熊本のプロスポーツチーム、サッカーのロアッソ熊本の選手紹介ムービーに使われたりとか、いろいろ、まあ、なんか幅広くバンドといえども、活動を行ってます。で、今日は、誘っていただいて、本当にありがとうございます。まあ、誘ってもらったからには、もちろん、100点のライブをしに来たんですけれども100点より100% 出して帰れるように精一杯歌って帰ってますよろしくお願いします明日に染まる空の下で君と見たあの赤い朝焼けは明日に染まる空の下で思わず足が止まるほど静かに焦がせ柔らかく儚く始まりを告げた日二人離れないように強く手を握りしめて壊れないように深く全て変わってく止まらずに動いて明日に染まる空の下で
思わず息が拒むほど静かに焦がせ柔らかく儚く始まりを告げた君の匂い忘れないように過ごす街は青く澄んで一人きりなのは僕だけじゃない下に止まる空の下で思わず君を拒むほど静かに焦がせ柔らかく儚く始まりを告げた間違ってなかった何か聞こえる切なく胸に刺さるどこか懐かしくて優しい歌は柔らかく儚くさよならを告げた僕らここにいた気に入ったらまた見に来てください。キリングタイムでした。ありがとう。最高に熱い勢いを感じました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。キリングタイムでした。いいですね。短パン、T シャツ、スニーカーというこの、本日羨ましいです。2月は5日ですがという感じですが、はい。でもそれだけ熱くね盛り上げていただきまして、鳥を飾っていただきました。国崎亮さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに三浦弘和さんがギターで、福島圭一郎さんがベース、増田健吾さんがドラムスというメンバーでした。ありがとうございました。いやすごい何事もなかったように立ってますね。本当ですね。でもすごい燃焼率だろうなという感じがこう見てて伝わってて、もう会場の皆さんの真ん中の温かい声援もいただいて、すごいいいライブができたと思ってます。ありがとうございます。相当ライブやってらっしゃるでしょ。そうですね、やっぱりいろんな状況もあったんですけれども、基本的には定期的にいろんなライブハウスで全国で、ライブをやってます。全国でやってらっしゃる。すごい。皆さん熊本の方ですか。出身は大体みんな、はい、大学は全員熊本で。あ、じゃあ大事な時期を熊本で過ごして、4人が。そうですね。はい。今回こういう形でこう熊本城のシビックホールでっていうのは今までにはありました？いや、もちろんまだちょっと呼ばれたことがなかったので初めて。この地にも踏み入れることができたんですけど、すごいこう楽しくライブすることができました。ありがとうございます。いや盛り上がりました。やっぱり、ね、熊本、本当私も学生の頃からライブハウスに通うぐらいバンドを、ね、はい、見に行くのが好きで、結構若い頃からバンドする人が多いのかなという感じなんですが、今野さんはこの熊本のバンドシーンというのはどういうふうにご覧いただきます？自分の過去の話するのもなんなんですが、イカスバンド天国っていう番組を作っ
ってたんですね一時。そうですね。その時も熊本からバンドが何バンドも来てくださってですね。だからその頃からバンドってすごいこう熊本は熱いバンドが多かったんですよ。あ、やっぱそうなんですね、はい。今のキリングタイムをご覧になってじゃあその頃との感じ。いやもうだから今もうこのスタイルでレスポールですよね。レスポールブラックのレスポール持って飛び跳ねてる感じって。ああいいなこういうロックバンドってやっぱり思いますよね。ありがとうございます、正統派って言っちゃなんですけど本当にまっすぐなロックバンドなんで、これからどういうふうな活動なんか夢とかさらにあります？そうですね、まあ、やっぱりこういろいろライブをライブハウスでライブをやっていったりもちろん、曲を作って、まあ、いろんな媒体で聴いてもらって、まあ、一人でも多くの人に聴いてもらえて、なんでか、なんていうんですかね、なんかその、うん、まあ誰にでも、はい、好かれるわけではないですけど、うん、好きな人に何かまあテーマソングみたいな感じになれればなとは思ってます。でも大丈夫ですよ、国武さん絶対みんな好きになるキャラクターですよ。わかります、はい、ね、愛されキャラだなっていうね、今後皆さん応援するときはどういうところで情報チェックするといいですか？基本的にそうですね、ツイッターであったりホームページ、うん、あとインスタグラムとかの SNS の活動も行っておりますのでチェックしていただいたら、はい、明日なんか明日サブスク、あ、そうなんです、サブスク実は本日、はい、今日だ、はい、今や2曲目にやった曲が今日から配信が始まっておりまして、おお、おめでとうございます、配信スタート、はい、どうやったら、なんだろう、アップルミュージックであったり、LINE ミュージックなんかいろいろ入ってらっしゃるサブスクで聴くことができると思うので、うん、もし本当気になったら聴いてもらえるとすごい嬉しいです。今日からということでぜひ聴いてみてください、今日ここで初めて出会った方も何かの縁ですからね、ぜひぜひいっぱい曲を聴、ね、いていっていただきたいと思います。本日トリを飾っていただきましたのはキリングタイムでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんか最後に一番なんかド直球な感じでね、うん、そうですね、ストレートに、はい、届けてくださいました、はい、ということで、今日14組ですか、はい、全ての皆さんのパフォーマンスが終わりました、はい、楽しんでいただけたでしょうか、ね、はい、そうですね、今まで出てませんけど、はい、アンケートぜひぜひ、投票をお願いいたします。はい、まだもう投票しましたという方いらっしゃいますか？投票終わりました。 ありがとうございます。 ありがとうございます。じゃあこの後 MVP 発表するのでそのままお待ちください。まだ投票していない方今間に合います、はい、最初にですねお渡ししておりますアンケート用紙があるんですがこちらでも参加が可能です。このアンケートの紙のですね下半分に投票を記入できるようになっております。もちろんQR コードから読み込んでスマートフォンからの投票も OK です。なおこの紙で投票いただく皆さんよろしければ上半分のアンケートの部分も記入した上でお渡しいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。今スタッフがですね集めて回っておりますので紙で書いたという方はよかったらこう手を挙げて近くのスタッフを呼んでいただければと思います。はい、じゃあ集計の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この後の MVP をですね皆さんにも見守っていただきたいと思います。そして、この時間を利用しましてですね、はい、本日エントランスロビーにて会場を彩ってくださった展示アーティストの方々をご紹介したいと思います。はい、それでは、お呼びしましょう。皆さんよかったら拍手でお迎えください。まずは似顔絵アーティストでアルコールインクアートのクローバーです。拍手でお迎えください。そして展示アートのブレイルフレンド、覆面アーティストのラッシャー M、 アクリル絵の具絵画の松村優美さん、細川流盆石の岩野智久さん、どうぞ大きな拍手をお願いいたします。アクリル画家の神谷美香さん、そして最後多ジャンルアートペインターのラガさんです。今一度大きな拍手をお願いいたします。
ちょっと来ていただける方に、はい、もうお願いできる方に、はい、おいでいただいて、作品もね、持っていただいているんですけども、せっかくなので、お一言ずつ、ね、いただきたいなと思いますので、はい、じゃあ私が行ってまいります。改めてでは、アーティスト名と、本日の、一言をいただければと思います。お願いします。はい、ラガと言います。よろしくお願いします。今日はいろんな方に自分の絵を見ていただけたので、本当に来てよかったなと思います。はい、音楽も素晴らしいものいろいろ聞けたので楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、ラガさんいろんな形での作品が、ね、展示されてましたけどね、はいはいはい、お客さんと接されていかがでした？なんか結構いろいろいろんなリアクションをもらえてよかったです、はいはい、今後も、ね、いろんなところでラガさんの作品もご覧いただきたいと思います。そして細川流盆石というちょっと珍しいですよね、近野さんこの形、ね、はい、岩野さんでいらっしゃいます、はい、岩野智久です。はい、実はこの会場に到着してから、はい、制作をなさったと。そうなんですか、はい、そうなんです、ね、細川流盆石はですね、自然石と白砂を使って景色を表現するという日本文化なんです。なかなかですね、ご存知の方が少なくて、はい、ほとんどの皆さんがいや初めて見ましたというような方が多かったんですけども、実はですねここ最近非常に注目されている文化でして、実はJR の七つ星の体験会に選ばれてるんですよ、はい、細川流盆石がですか、はい、今度水曜日も、はい、大正寺というお寺があるんですけども、はい、そちらの方で七つ星の方々をお迎えして、インストラクターとして、指導してくるような予定になってます、はあ、七つ星にちょっと関わらないとね、なかなか触れられないのかなという気もするんですが、そんなこともないですね、はい、そんなこともないですね、実はですねこれは水前寺成就園の、駐車場の中に湧水亭という、建物がありまして、そこに常時3点、飾ってありますので、はい、いつでも、ご覧になれますので、はい、ぜひ見にいらっしゃってください。はい、ぜひどうぞ。なかなかな、本当今まで、ね、出会うことがなかった方、今後チェックしていただきたいと思うんですが、ちなみにラガさんの作品はどこで見ることができますか？シャワー通りと、下通りの、はい、プールスコート通りと、はい、前未来、今あるのかな、未来会議室って、ありますね、はいはい、あそこの、足部っていう美味しい、ちょっとカレーが美味しいとこ1階にありますね、はい、はい、あの真向かいに絵があるんですよね。ああ、ある、はい、もう1箇所が、上の裏の、はい、ハチトラっていう焼肉屋さんがありますね、はい、めっちゃうなずいてますね、はいはい、あのハチトラの真裏にこう、うん、家があるんですよ、120年ぐらいの古民家が、はい、ありますね。でそこの壁一面に落書き防止のために落書きをしてます、うん、だから近野さん、ラガさんですね、こういったキャンバス神社だけじゃなくて、はい、そういうなんか、ね、壁じゃないですけど、そういうところにね、はい、書いたりされてるっていう、はい、今日はなのでちょっと入りきれなくてこういう形でねお持ちいただいたんで、だからいろんなところでね皆さんの作品に出会えるはずです。そしてどう喋れますか？喋れます。あ、よかったです。はい、改めてお名前どうぞ。ラスアイムです、よろしくお願いします。覆面アーティストですけども、はい、今日ねご紹介いただいた作品、ま、今お持ちいただいたもの以外にもいろいろ出してらっしゃいましたね。そうですね、アクリル画とか、あと切り絵とか、うん、ラメを使ったアートと、最近描いてるこういうペン画ですね、はい、ペン画のイラストを今回は主体として展示させてもらってました、うん。ラッシャー M さんの作品は普段だとどういうところで触れ合いますか？普段はですね、3月だと不知火美術館の方でグループ展、遊彩展というのがありますので、そういうところで見ていただける、はい、最近ね、スタバも入った綺麗になったね、不知火美術館ですもんね、はいはい、ぜひ皆さん、なかなか美術館に行く機会がなかったなっていう方、このね、キンキラの顔の人が描いたと思ってちょっと見に行ってみてください。ドライブがてらいかがでしょうか。ラッシャー皆さん、ありがとうございます。さあ、そして本当に展示の方も珍しいものばかりで、改めて自己紹介どうぞ。はい、ブレイルフレンドという活動をしている加藤と言います、はい、目が不自由な方の
あの指で触って読む点字をですねアレンジしたアート作品を作っています。はい、今日ねお持ちいただいたものがブレイルフレイルコンサートというふうになってますが、はい、絵本ですね。作品、私が作った作品をいろいろこう集めたあの作品集兼あの絵本兼楽譜になっていますが展示になってるんですよね。紺野、はいねはい、さん楽譜が展示でっていうのはです ね, ね, そうですね、3つが一緒になってるっていうのが素敵です ね, ね, ねなかなかやっぱないですか。ないです、こういう初めて聞きました。お、はい、同業他社がいないイコール唯一無二だということでですねあの今後やっぱり広まっていってほしいですね。そうですね、はい、あの気軽にですねやっぱり展示ってとか視覚障害とかバリアフリーとかあんまりこう身近に感じることがないと思いますので、うんまあ、なんか意味は分からんけどちょっと可愛い件寄ってみようぐらいの感じで触ってみてください、うん、ぜひ展示がね必要な方もそうでないという方もアートとしてぜひ触れてそして親しんでいただきたい一品でございます。ありがとうございました。そして最後になりましたクローバーのリサさんです、はい、今日もいろんなものをお持ちいただいてましたが、はい、はい、熊本で似顔絵の活動をしていますクローバーと申します。普段はマルシェとかイベントで似顔絵を描いてるんですけど、まあ、そういう時にあのアルコールインクアートを体験会もしてます。はい、これですよね今日お持ちいただいた、はい、こちらがアルコールインクアートという、はいね、あの紺野さん私不思議なのが似顔絵描かれるのに全然違うテイストじゃないですか、はいね、このアルコール全然違いますね、ね、なんかだから二刀流みたいな感じなのかなと思ったんですけどあの実は似顔絵のインクと同じインクを使ってるんですよ。なるほど、はい、そんな共通点が。そうですでも制作するとなるとやっぱり感覚としては違うんじゃないですか。そうですね、やっぱこっちは趣味で最初始めて、でも自分の好きな世界観を表現できるのが楽しくて、似顔絵と違った表現でもう自分の世界観を見てもらいたくて作り始めました。なんかすごい引き込まれる、ねね、色合いですよね。やっぱりですね、アルコールインクってどういう、ですね、か説明ができた。あのペンとかに使われるアルコールインクあるじゃないですか、はい、あれの補充インクで垂らしながらドライヤーで乾かして作る技法なんですよ。ほと思うとますますすごくないですかねえ、なんかペンとか手とかそういうことじゃないんだみたいなですね。そうなんですね、風で作るので同じものが二度とできないので、うん、本当唯一無二の作品に今日はたくさん持ってきて飾って見てもらいました。実はですね紺野さん、私今日イヤリングしてるんですけど、はい、これあのクローバーさんの作品のイヤリングなんです。実はそうなんですか、はい、イヤリングも作られる、はい、アクセサリーとか日常にアートっていうコンセプトで作品を作ってるので、うん、もうアクセサリーだったりティッシュボックスだったりもういろんなあの日常に取り入れれる作品を作ってます。うん、いやまさに今回の熊本シティアーティストウィークの趣旨にもぴったりな、ね、アーティストさんでもいらっしゃるなと思っております。いろんなマルシェにも登場してらっしゃるそうです。今日は全部で7組の、方々がですね、はい、登場いただいたということで、特別にこの時間はステージにご登場いただきました。この後ももうしばらくエントランスにいていただけるのかなと思いますので、皆さん帰るギリギリまで作品ご注目いただきたいと思います。今一度大きな拍手をお送りください。本日の展示アーティストの皆さんでした。ありがとうございました。この音楽ももちろんですけど、このさやっぱこういう芸術作品の方も一緒に見られるっていうのがまたならではかなという、ですよね、はい、あの気がしました。今5人の方が並んでるだけで全部違う形じゃないですか、はい、同じアートとかいう括りではなんかくくれないようなものになっていて、はい、今日のパフォーマンスも一緒ですけどね、うん、何か本当に多ジャンルがもう本当にあの境界線なく皆さん一緒にいるし、やってらっしゃるんだなというのはね、よくわかりますよね。こういうやっぱりこういう違うジャンルの交流から生まれるものもあったりしますか。いや絶対違うものが集まればまた違うものが生まれるっていうのはこれはもう絶対あるので、いやもうアートにしても音楽にしてもみんなそうですよね。やったとしたらですよ皆さん、うんうん、熊本の本当文化芸術がますます発展する大きなきっかけの日に今日なったんじゃないかなと。なってほしい
本当に、そう、本当それを願うばかりです。でそしてね、あの触れる私たちももっと本当に日常としてこういう場所に足を運んだり、はい、見て聞いて触れていく時間が当たり前になっていったらいいなと感じております。はい、わかりました。さてこの後はいよいよ本日の MVP を発表してまいりますが、はい、はい、じゃあ、今日ね、はい、最後まで待ってはい、くれていた、はい、この3組の方全員いらっしゃいますか。今じゃあいらっしゃる方々どうぞステージにお願いいたします。改めて皆さん拍手でお迎えください。どうぞどうぞあーエリーさんです、はい、大きな拍手お願いします。どうぞどうぞ皆さん出演者もう本当に、はい、今日ご出演の皆々様、あ林田隆也さんです。そしてコウさんですね、ありがとうございます。皆さん若干衣装変えられたりしてるんでねあれさっきと違うなみたいな感じになってるかもしれませんが、そしてバタコン X も登場してくれました。ありがとうございます。いる皆さんぜひぜひご登場お願いしますね。さて皆さんもねすでに投票をいただいたようで、応援メッセージの方も記入いただいた方たくさんいらっしゃってありがとうございます。ちょっと一部ですが私の方でご紹介します。コロナ禍素敵なバイオリンピアノの音色で心洗われました。うさぎ寿司に頑張る、2人とてもいい運がつけますよと。今後、これからもいいものいっぱい見せてくださいとか、いつも素敵なバンドです、応援しています、活躍期待していますと。あと今日ですね福岡から応援に来ましたという方もいらっしゃってありがとうございます。熊本人頑張れとか、熊本からメジャーに世界を目指して頑張ってくださいなどなど、本当に熱いエールをご来場の皆さんからもいただきまして感謝申し上げます。ありがとうございます。改めて一部の皆さんではございますが本日ご出演いただいた皆さんです。今一度大きな拍手をお願いいたします。集計を待っているというところです、はい、正直これが届きました。届きました花さん、はいはい、ではどんな風になっているのか、皆さんが投票した方の MVP はあるのかどうか、では発表は今野さんにお願いしたいと思います。はい、それでは発表させていただきます。ライブイン熊本アーティスト芸術祭、本日の MVP は バターコン EX の皆さんです。おめでとうございます。どうぞ真ん中に一度お進みください。恥ずかしいとか言わないでください。じゃあ代表しておめでとうございます。3人ともぜひ前にどうぞ、ね、えありがとうございます。本日14組出演されました、ね、偶然ですけど顔が見えたからバトンコイン EX の皆さんって言っちゃいましたよね。そうですね、それ全然結果は知らないで今呼んでしまいました。最初に呼び、たまたま最初に近藤さんが呼び込んだのが1位だったということ ですか、はい、ありがとうございます、今日ちなみにずっとご覧にはなってらっしゃいました。はい、ところどころ最初からあの後藤元子さんから、はい、見させていただいて、まさしに心奪われまして、はい、テンション上がってまさしさんのおかげで今日こうやってMVP が取れたのかもしれない。そうです、サンバダンサーまさしさんに高校生でしょって言われてました、さっき。そうなんです、いいえ中年ですってずっと言ってたんですがいやいや、でもその中で本日の MVP に輝きましたが、今のお気持ちは、これで大丈夫でしょうか芸術祭は。いやいやそれちょっと後でゆっくり近藤さんにお伺いしようと思います。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。本日の MVP バターコーン EX でした。ちなみに賞金も商品も何もありません名誉だけです。名誉だけお持ち帰りいただきたいと思います、はい、皆様ありがとうございます。さて本当に暑い時間になりました今日1日ですけども、はい、近藤さん本日最終日でしたが芸術祭いかがでしたか。そうですね、このアーティストスポット熊本っていうのはもう本当に文字の通りアーティストとスポットを出会っていただくという、うん、こういう、ものなんですけれども、実際に今日皆さんも多分そうだと思いますけど、先ほども言ってましたけど楽屋ステージ裏では皆さん横のつながりがどんどんできててですね、それもやっぱりこのアーティストスポット熊本の一つの
なんか成果かなと、うん、みんな仲良くなられてますよね。写真撮ったりとかいろいろされてて、お互いに写真撮り合ったりとかですね、そうするとまた一緒にやらないかっていうことで、でそれからさっき言った多ジャンルの方たちとまた出会ったりとかですね、あのちょっとやっぱりコロナで実はそのエンターテインメントってここ3年間あまりのお客様の前で何かをするっていうのはすごいすあのとてもはばかられたというか、ちょっとあの大変なことになるとすごい叩かれてですね、なんかあの演じる側もすごく気を使ってらっしゃったと思うんですけれども、まあもちろん気をつけながらですけれども、ウィズコロナということです、あのエンターテインメントも少しずつ少しずつ盛り返してきたので、そういう意味でもこの芸術祭が今日できてですね、あの熊本で活躍されているまあアートの方も音楽、それからその他のパフォーマンスの方もみんなこう一緒にいて、で今日見ていただきにあの来ていただいた方々もですね、出会いがあってまた見に行こう、会ってみたい、触れてみたい、いろいろあると思いますけれども、そういう思いになっていただけたんじゃないかなというふうに思いますので、この芸術祭という形、また名前は変わるかもしれませんが、こういう形で熊本をずっとやっていっていただけたらなというふうに思います。どうぞ熊本に今野さんも今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちなみに本日の様子はですね、後日エンタメ熊本という公式の YouTube に映像でアップされますので、あ見たかったけど見逃しちゃったというアーティストがいた皆さん、ぜひこの、アップ動画のアップもご期待いただければと思います。2週間にわたり行ってまいりました熊本シティアーティストウィーク、本日ご出演いただいた皆さんは熊本市が運営しますアーティストスポット熊本の登録者でいらっしゃいます。熊本で活動するアーティスト、そしてその表現の場をつなげることにより、市民の皆さんが文化芸術に触れる機会をもっともっと増やしていきたい、そしてアートの力で市民の心をもっと豊かにし、未来に向けてさらに文化を生かした街づくりを進めていきたい、そんな思いを込めておりますが、この思いが今日伝わりましたという方、拍手で教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちが暮らす熊本市がもっともっと楽しく明るく、そして芸術や文化に触れるのが日常になる、そんな豊かな都市になっていくよう、私たちがどんどん発信して当たり前に文化を楽しんでいきたいなと思いました。以上をもちまして芸術祭終了とさせていただきます。本日は長時間にわたり皆様ありがとうございました。司会は私柏山由衣、そして拙い司会でした今野拓郎でした。ありがとうございました。そしてご出演者の皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。